皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。今朝、はい、家を出て、はい、で駐車場に向かう途中にね、見慣れない車がマンションの前にあったのね。見慣れない車、うん、それで、はい、いやなんかさ、知らない人がこうやって止めてたりとかすると、あの物騒だよねとかって思いながら、知らん顔して、はい、その車を歩いて抜いてって、横をね、で自分の車を取りにしばらく歩いてたら、その車が動き出したの。はい。それで、あ、動き出したと思って、どんなやつが乗ってんのかなとかって思いながらも、俺はほら、さっき歩いてるからさ、はい、後ろから車の気配だけを感じるわけ。うんうん、ただ俺の横でピタッと止まったの。止まったんですか。もう。たら窓がウィーンって開いたの。あら。で、あ、話しかけられるんだと思って、なんだろうと思ったら、俺のマンションの下の階の人だったの。が知らない車に乗ってたの。はい。で、なんか窓がビーンって開いてから、はい、俺をパッと見て、はい、おはようって言って、ああ、おはようございますって言って、あ、なんだ、あなただったんですかみたいな。はいはいはい。だから今度は後ろのドアがビーンって開いて。後ろのドアが。うん。窓がね。だから、あ、孫って言ったの。はあ。だから昔、はい、だから俺がまあ子供の頃から知ってる女の子がいたの。はい。俺の階の下の子ね。はい。が子供産んで孫ができたって連れて帰ってたつって、はい、で今から送ってくんだよねつって、で、うわーそうなんだって、女の子つって、あ、そうそう女の子とかって、はい、へえもう孫できたんだつって、うん、どう孫は可愛いって聞いたら、うん、今んとこねつってちょっと照れくさそう照れ隠ししてますね今んとこねつってえーそうなんじゃーとかって言いながら、で、あ、なんか楽しいねつって、ほいじゃねって別れて、でしばらく歩いてたら小学校があるんだけど、はい、今度はそこに入学式のさ、うん、ガーンって看板があってさ、あ、こうやってあの子がそのよちよち歩きになっていったりとかして、はい、しばらくすると小学生になり、はい、で小学校でランドセル背負って、で今度は卒業すると中学校になりみたいな、で俺らみたいになっていくわけじゃん。そうですね、自分を追って、はい、だから人類の進化みたいに、こう腰が曲がったところから立ち上がりますみたいな、まあ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 壮大な話になりましたけど、ああいう感じを今朝受けたよね。そうですよね、なんか気づいたら大きくなってますよね、私もいとこがいるんですけど、はいはい、多分、うん、10個ぐらいは下なんですけど、もう本当何年も会ってなくて、そしたらなんかまた聞きのまた聞きで、大学生になり、はい、で今神社で巫女さんのバイトをしているっていう噂を昨日聞いて、ほい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 、みたいな、もうバイトとかする年齢になったんだ。いや、そうなんだよ、早いですよね、早い、成長って。気がつけばこの間新人だと思ってた子がもうすぐ30になるっていうぐらい、はい、早いよ、8年目になりました。あ、いたたたた、私川村いたまさかの8年目、8年目です。そういう俺も32年目でございます、うん、ありがとうございます。あ、いたたたた、勤続32年、自分が一番早いかもしれないですね。そうなんだよ、ほら自分のことは、はい、まあまあなんて、ほら自分と共に歩みを進めてるからわかるけど、うん、ちょっと目をそらしたりとか、まあ、自動車の運転と一緒だよね、はいはい、ずっと前見てるときは分かってるけど、はい、ちょっと目をそらした瞬間にまさかこんな車間距離が縮まってるとは思わなかったとかっていうことがあるのと同じように、はい、他の人たち、自分にまつわる人たちだけど、ちょっと目をそらすと、そう、すごいガーって進んでるよね、でこういう節目で改めて気づくんですけどね。気づく。でも節目で言うと、うん、ラジオネーム福山の舘ひろしさんです、はい、今日は新年度になり新しく担当するエリアとなった尾道、向島、因の島に営業に行ってきます、はい、まだまだ顔なじみのお客さんではないので緊張しますが、うん、せっかくですから御前様様を聞きながら瀬戸内海の眺めを楽しんできます。ああ、そうだね、この方も新年度の外回りとか、まあ、職場の環境が変わりますとか、はい、ね、新しいところに行きますみたいな方もいらっしゃるだろうけど、うん、俺らは変わんないからね。まあそうですね、ずっと同じこのね、変わり映えしない、このメンツもね、スタッフもそう、リスナーもそう、いいじゃない、別に新規の人がバーッと来るわけでもないじゃん、ほら聞き慣れた馴染みのさ、うん、お前楽しみここしかねえだろみたいな人の集まり、本当に。でもそんな私たちにも今日ちょっと新しい風が吹くかもしれませんよ。ほうほう。なんと聞くところによると、うん、
11時台に新入社員が見学に今日来るそうです、はい、あもう全員これだからねえ全員コネコネじゃないんですよ、うん、お前と一緒私違いますよ私も違います RCC でコネじゃないのは俺と手島だけいやいやこの額のない2人だけいやいやそんなことないこの2人だけがのしていったあとは全員コネいやいやいやみんなちゃんと頑張って入ってます 100% 今朝さ疑いゼロ俺ちょっと早めに着いたのね会社にああはいだから、ええ、くっちゃーと聞いてたの、はいはいはい、でまた相変わらずくるくるパンだなとかって思いながら聞いてたんだけど、はい、でさで聞き終わってちょっとタバコを吸おうかなとかって思って、うん、だからあの白い自転車の女の人が自転車に乗ってなくってあら普通に歩いてたの、はい、だから今だったらちょっとタバコ吸うとこ喫煙所で顔見られるわとかと思って、うん、で喫煙所行ったのたら白い自転車の女の人が来る前に手島が来たんだよ、はい、ですごいさもう10年以上前に流行ってたチビティみたいなのもすごいんだ半年で10キロ痩せたんだよいや手島さん10キロ痩せた手島さんなんだよ尊敬されてる10キロ痩せたんだよいや手島さんも本当私昨日、うん気づいたら痩せてるなと思っておうおうえ手島さん腕細くなりましたねおうおう横山さんに言われたんだよそうもうおじいちゃんみたいなすごいナスビにつけられた爪楊枝みたいな感じになってる足とかももうおじいちゃんだわって、はい、痩せましたよ痩せすぎてまあ正確にはやつれたんだけど何があったんですかでその手島がさ、はい、タバコ吸いに来てさやっぱお前痩せたなとかっつって、でそうですねとかっつって本当になんかあの着るもんとかも変わってきたんですよねああそれでまあでもこうやってちょっとガリガリみたいになってきたんですけど俺一応ね腕立て伏せやってるんですよっつってはいあとプランクっていうのおおおおおおねあいつ必ずあ俺プランクやってるんですよそうプランクをやっているってことを猛烈に自慢してくるのはい、だから俺はあいつのことをプランクトンって言うんだけどいやちょプランクトンプランクトン別ですエリック・プランクトンって言っててでさタバコ吸いながらあ、はい、白い自転車の女の人が来たよっつって俺が手島に言ったさ、はい、あ大丈夫です分かってますとかっつってあで2人ともさチラ見しながらたださその白い自転車の女の人が到着してで俺らがタバコ吸うとこの横にベンチがあるの、はい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 、石のベンチみたいなありますねあそこで手島がなぜか腕立て伏せを始めたどうも好きな女の前で腕立て伏せをして見せたんだよ俺まあ毎日腕立てやってますけどってそういう見せ方って社会人何年目ですか信じられなくない好きな女が到着しました、はい、世間話してるふりして俺体を動かすにはいられないんですよみたいな風で腕立て伏せをして見せたんだよ脳内筋肉ですねもうさここにもくっちゃなんかもうくるくるパンがもうそれは全然くっちゃどういうことと思ってさ小学生じゃないですか完全に思考回路が気づいてほしいなーってことでいやーほんとプランクをやっていて腕立ても俺欠かさないんですよってでどのくらいやってんのいやそんなやってないですよまあ1日20回ぐらいで、はあはあ、でプランク、ねまあ、プランクもっつってでもう俺に喋ってるような体でその白い自転車の女の人に語りかけてるのだからちょっと声が大きくなるけどねそう俺はクッションだから俺に音をぶつけて向こうにこう届かせようとしていくからさ俺こんなやつ久々見たあそうですかやっぱね10キロ痩せたら自分にも自信が前以上につくんですよ、うん、ってなったらちょっと何かしらの形で振り向いてもらえるんじゃないかっていう淡い期待が出ちゃったんでしょうね俺かっこいいでしょ的な感じだったと思うのもうそうですね心が春ですねでねその白い自転車の女の人は手島が腕立て伏せやっている石のベンチから5メーターぐらい5メートル離れた違うベンチのところにいたの、はい、手島が腕立てを始めた瞬間にさっと背を向けた、はい、多分うざいなこの男って多分思ったんだよねそうですよね朝っぱらからね自分のいつもの喫煙なんてこれを見せられなきゃいけないのって多分仕事前にあるじゃん俺さ、あの多分、はい、自分が嫌なことベスト5ぐらいの中に、はい、喫煙所で、はい、電話をする人っていうのが俺の中に
俺の中で人の電話を聞かされるっていうことがものすごいストレスなのよ。はい。だからこっちは黙っとかなきゃいけないじゃん。ああ、まあそうですね。で、なんかみんなが聞いているからみたいな体で、自分の今までのストーリーを語ろうとするとかいるじゃないか。あ、それについてはこうでこうで、この間もこう言ったじゃないですか。で、その前がこうでこうで、で今僕はこう言ってるわけじゃん。もうこれ明らかに電話の人にじゃなくって、うん、ここにいる人に向けて、はい、俺こんなことやってますよみたいな。いますね。いるじゃない。います。なんかわかんないけど聞かされてる感じ、はい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 、むちゃくちゃイライラするじゃん、ああいうの。嫌だなとかって思ってたけど、俺まさか喫煙所で腕立てをする人がいるとは思ってなかったから、うん、電話よりも腕立てが嫌、5から4に、ね、うん、それが食い込んできたと。いや本当まさかだね。大人になってからその嫌いな自分が不快だと思うこと、はい、ベスト10とかベスト5の中に喫煙所で腕立てっていういやめったにない。暗闇でダンスぐらいの感じまさかそんなことがあろうとはみたいな感じで、ね、しかも石のベンチの上でってあれさ、あと1ヶ月にすると、はい、その石のベンチを持ち上げるよしベンチプレスを改めてすごいことになるよ。ズボってするかもしれないそしたらもう多分美女は来てくれなくなると思う。そうだね、もうハルクみたいになるんだよきっとなってほしいですね。いろんな方がね、やっぱこう新規一転というか、う、ね、新しい自分に生まれ変わってるんでしょうね、うんうん、この4月ね、はい、手島に幸多からぬことをと願うばかりだよ願ってます。ラジオネーム双子のパパさんです。はいはい。今通学中の電車の中なんですが、うん、学生さんや新社会人が多くなったなと感じています。はい。スーツや制服に着られている感じがとても初々しくて、うん、可愛らしいなと思っています。そうだね。ね、自分の時も同じような感じだったのかなと思いつつ、自分も社会人12年目を頑張らなくてはと改めて思いました。うん、うちの娘たちは今日が始業式で中3になります。はい。この1年での成長がとても楽しみです。うん、そうだ ね、 ね、ほら、あの新入学とか、はい、あとは新社会人になった人が、うん、はい、そのスーツを着られてたりとか、あとはネクタイがちょっとおぼつかなかったり、はいはい、あとスーツから下のワイシャツの襟がちょっと出てたりとか、ありますね、着慣れてないから、はい、あんなのがあるけど、うん、とはいえ最近のその新しい社会人が着てるスーツはもうほとんどジャージの生地だからね。ああ、そうですよね。だからとかでもありますもんね。そうそう、昔はそれこそスーツに着られちゃうのよ。可動域が、はい、あんまり広く取れないから、なんかであと汚したくないみたいな思いもあるじゃない、はい、だから洋服に着られちゃうんだけど、最近のはもうほんとジャージ着てるのと変わんないから、でしかも汚れたら丸洗いできるの。そうなんですよね。そう、洗濯機で丸洗いできるってすごいですよね。スーツの上も下も、はい、でしかも下なんかさ、ジャブジャブに洗っても、ちゃんとあの線とかが消えない、はい、すごくない？すごいですね。なんか普通さ、あのよく俺たちがそのタバコ吸ってるとこ、はい、RCC の横のとこで、たら出勤するサラリーマンの方とかいっぱいいるの、はい、で、あ、この人はかかとが擦れてるなとか、あとスーツがよれてるなとか、はい、あとネクタイがちょっと変だなとか、ありますよね、いろんなことを勝手に思いながら黙ってるわけじゃん、はい、で、あ、やっぱズボンがテレンテレンになってる人は嫌だなって思ったりとかしてんだけど、はい、最近のその社会人が着てる、新社会人着てるスーツは、はい、まあ、あのちゃんとまっすぐにピターンってなったような、ああいった線は消えないのね。それすごいです。ジャブジャブに洗ってもよ、ね、それでいて変なシワはつかないつかないの。そういう意味で今の社会人1年生恵まれてるかもしれないですね。いいよね、軽いし、ね、肩もあんま凝らないし、でそんな高くないしね、値段も。そうですね、うん、すごいですね。いろんな技術が進歩。だってスーツに見えてんのにジャージなんだよ、素材が。はい、私もいくつか持ってますもん。仕事用のジャケットで丸洗いできて、で夏用素材で軽くて、うん、シワもつかなくてってあります。かっけ。俺なんか入社した時のさ、うん、スーツとかまだ3着か4着取ってあるの、はい、もっと言えば、成人式で着た時のスーツもあるのね。はい、まあ取ってあるの、すごい綺麗すごい、はい、もう着れたもんじゃないし、はい、それこそ今着たら着られるし、であと当時俺たちの時はダブルが
シングルじゃなくて上がダブルが流行ってたから、襟でっけえ、もう宇宙戦艦ヤマトの服みたいな襟でっか。そうですね、パーツパーツが大きいイメージありますよね。全部がダボダボなの。はい。だけど最近の若い子たちは意外とそういうの着てるんだよね、うん、そうなんですよ、うん、普通にあのプライベートとかでおしゃれ着としてダブルボタンのジャケットを着たりすることも最近は結構流行ってるみたいみたいだよ ね。最近のほら映画俳優の人とかが、はい、映画のキャンペーンとかでバラエティ番組とかに来るじゃん、この人がバラエティ出るはずないよねみたいな人がバラエティ出てたりとすると、うん、はい、あ、映画かドラマのキャンペーンなんだろうなとかって思いながら見るけど、はい、その俳優さんたちとかがこれ俺たちが入社した時に着てたような服、はい、じゃんって思うけど、うん、あれを俺たちが着たらそれ入社した時の時でしょって絶対言われるんだよね。そうそう、なんか違うんですよ。なんか違う、デザインがちゃんと進化してるんですよね。そうなんだよね、不思議なものですね、素材だったりとか。いやいや、でも今みんなどんな格好で行こうかとか、はい、あと制服に身を包んだ子たちは、はい、その制服というさ統一されたものの中でもどうやって オリジナリティを出そうかとか。そうそうそう、出したくなりますよね。全然わかんないのね、はい、ちょっと靴下このワンポイント、外側にしかワンポイントがないやつと、はい、内側にも両方あるワンポイント、どっちがいいと思いますって言うけど、いや何の興味もない。お前のそのワンポイントが何の興味もない。でもね、高校の時は思ってましたよ、はい、どの位置で靴下を止めようか、ソックタッチっていうあの靴下のりみたいなのがあるんですけど、ね、うん、その靴下のりをすねのあたりにつけるか、うん、ちょっとくるぶしに近くするかとかで毎日悩んでました。ああそう、ソックタッチ、あとそうだ、スーツのさ、うん、はい、胸ポケットとかにいるチーフとかも、白とこの水玉どっちがいいと思います？おーおー、大丈夫、見てない。ちょっとしたおしゃれですけどね。そうなんだよね、ああやって確立化されるのが嫌な状況の時に何かを差し込みたくなるよね。そうですね、あとデイブリンカーさん、あがこうとしますね、はい、昨日主人と田んぼの草刈りをしました。ほい。で今日は昨日草刈りをした草を田んぼの中に入れる作業をしながらラジオを聞いています、はい、農作業のお供にはラジオは必須アイテムです。来月には田植えです。あ、それまでの支度をラジオを聞きながら今日も頑張りたいと思います。はい、そうですね、徐々に徐々に田植えの時期も近づいてますもんね、うん、まあ、こうやってね、はい、あの新入学がとか、うん、新入社の人たちがっていうね、うんうん、都市生活者の話をしてきましたけども、聞いているのは農家の方だっていうことが分かりました。いやいやいや、もう皆さん新生活だ。それとは無縁の方がこの番組。無縁じゃない、無縁じゃない。え、ひょっとしたらデブリン母さんも旦那さんとかスーツ着てたりとか。そうかもしれませんよ。草刈り、あの人は草刈りだけでいつもネクタイをしとっちゃってる。それは息苦しいと思いますけど。いや、最近ね、生地がジャージみたいになってますよ。最先端だったここに。一番四季を感じてらっしゃると思いますよ。ラジオネームにゃんともわんともさんです、はい、先日スーパーマーケットに買い物に行ったら野菜の苗が入り口近くに並べてありました。ナスとピーマンの苗をプランターに植えようと思って買って帰ったので、今日はラジオを聞きながら植える準備をしようと思います、はい、ピーマンは植えたことがあるけどナスは初めて、うん、上手にできるといいな。あー、なるほどね、やっぱ農作業のお供みたいな。何かを植える準備のお供にラジオ、うん、そうだね、そう、まあ、今こういう、あれさ、田舎のおじちゃんが久々にスーツを着たら、はいはい、なんでヤンマーとか書いた帽子をかぶる。うちのおじいちゃんもそうでしたね。うん、あとネクタイが紐、紐紐紐、なんでなんだろうね。あとなんか懐中時計みたいなのも、あ、そうだ、ね、あと金の腕時計してたおじいちゃん。なんだろう、広島に来てくれるとか、せっかくスーツ着たのに、うん、まあ背広だよね、はい、来たのに農機具のメーカーの名前とか書いた帽子をかぶるんだよね、はい、そうですね、しかもすっごい色あせてるの。そう、うちのおじいちゃんの場合は侍ジャパンの帽子でした。背広に、背広に色あせた侍ジャパン、うん、で、こっちにしなさいよっつっておばあちゃんが言ってさ、いやもうこっちがもう慣れちょっか言うわ、こっちにしなさいよって書いてあるのの帽子では JA って書いてある。もうどっちでも一緒。その銘柄はどっちでも一緒、ヤンマーか JA かもどっちでもいいわ。すぐ分かる、すぐ何系のお仕事されてんのかなってのは分かりますね。なんでなんだろうな。あとはもうお米なのか野菜なのかってだけの話ですからね。肉扱ってんのか米扱ってんのかとかさ、そのぐらいのことですか。そうだ、でも本当にね、愛らしいと言いますか、ね、ほっこりしますよね、心が。
な、せっかくさもちゃんとしてるなんでかな最後野球棒で締めようとするんだよね。素晴らしいと、私はそういうおじいちゃん大好きでした今考えてみたらですけど93キロのプッコラさんです、はい、よ。さて昨日仕事帰りにスーパーに寄ったんですが、すでに青果売り場にはカットしたパック入りの熊本産のスイカが並んでいました、なので買って帰り今年初のスイカをいただきました、うん、まだ時期が早いせいか糖度が少なめでしたがとっても美味しかったです、はい、桜の時期もそろそろ終わり、これから徐々に季節は夏に向かっていくんですね。スイカなの、もう並んでるんですね。どうなんだろう、これすごい季節が早いスイカは、はい、まだ甘くない気がするじゃん。うんうん、言ってますよね、93キロのところさんも、うん、ねえ、はい、ってことは店頭並んでるものは全部甘みがないと思ったらでも大間違いだってするじゃん。いや、そうですよね、最近すごかったりするから。はいはい、あと最近ないことをみんなが自慢するよね。ないこと、種なしブドウとかさ。ああああ、だスイカとかもすごい種があって、はい、めんどくさかったけど、最近もう種がなくなってきたから、どん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 。そうですね。で広島の街中とかじゃさ、はい、汁なし担々麺、うん、だってスープによ、はい、ね、うん、スープがあって、うん、麺があって、でひき肉とかがあって、はい、担々麺じゃん、なのにスープを捨てたんだよ。そうですね、自慢するべきことではないじゃんまあ確かにそうですね、考えてみたら。そうなのよ、すいません、いや汁ありません、すいません、本当申し訳ないですけども、はい、って言った時、え、例えば、汁なしざるそばとか出てきたら、え、待って待って、つけるものがないってことですかって思うじゃない。そば本来の味を楽しみくださいってことだったら、お宅の店じゃなくて本格的なとこ行くわとかって思うじゃん好みですけどね、ああ、ないことが自慢だってするんだよね。そうですね、ああ確かにカット野菜だって切らなくていい、切る必要がないっていうことですよね。甘栗剥いちゃいましたとか、剥く楽しみがあったよっつってだから、あ、だから、まあ、あの甘栗とかさ、本当デート行ったら女の子が全裸みたいなもんし、もうしますよ今日いや、そこの駆け引きはしようよみたいな。そんな人はいませんよ。甘栗も、はい、天津甘栗とかパコンと割ってさ、はい、爪でカリッ、カリッ、カリッ、そうですね、で押さえてさ、はい、で両脇をパンって押さえたらパコンって頭が取れて、で、あ、なんだこんなちゃんとしてんのに中はスカスカじゃんとか、はい、ああいう楽しみがあったわけ。そうですよね、その楽しみを全部、全部奪って剥いちゃいましたっていうことは、やっぱデートの時は女の子全裸で来ると思う。いや、だからそれは違うと思います。しますよ今日嫌ですよね。デート3回して4回目ですからカモンみたいなことでしょそんなことない、剥いちゃってますってことでしょまあ確かにそこのね、あの家庭みたいなのが省かれてますね。いや本当、うん、福梨川村ですみたいな感じなんで私になるんですかだからその話しかけることを全部省いて石のベンチで腕立ちするのと同じようなことっていうことなのかもしれないですよ ね。 確かにね、全部家庭を省いちゃ う、 っていう言葉がないね。言葉がない、告白なし腕立て、ね、のアピールっていうのと同じことかもしれませんね。まあね、もうちょっと今腕立て見せていくの、夏になると股間立てっていう。いやいやいや、誰も求めてません誰も知りません、そこは。あいつ股間立て20回やったわっつってどういうことですか全く興味ありません。アピールの仕方が子供なんだよ ね、 そうですね、言葉とかね、そういう家庭も大事にしていきたいですよねということで、はい、そんな言葉や家庭を大事にしながら今日もお送りしようと思う、はい午前様様、今日は4月の8日木曜日、今日のメニューです。10時20分頃は午前様通信です。今日のゲストは令和の世に至っても古き良き昭和の香りを漂わせていらっしゃいますモノマネコンビエイジアンド鉄のお二人です来た来た来た、めちゃくちゃ楽しみです。味噌屋くらぞう、はい、来た、ラーメン屋さん、はい、味噌屋くら蔵でお勤めのお二人ですが、はい、モノマネコンビでいらっしゃいます。多分さ、はい、全国のラジオ局でゲストがラーメン屋さんがモノマネをするっていうのを正式に、はい、エイジアンド鉄とかってそのいわゆるグループ名みたいなのを言ってるけど、普通にラーメン屋の店員が練習してきたっていうだけのことをゲスト扱いする番組って、ね、なかなかないよ、はい、しかもその母語ラーメン店とかじゃなくて、味噌屋くら蔵っていう名前をここまで大っぴらに言わせてもらえるっていうのもないなと思います。ないよね、スポンサーでも何でもない。そうなんですよね。でもね、そこがまた素敵なお二人なんですけれども、味なし味噌ラーメン売ってるとこね。いやいやいや、味ありますよ。
味なし味噌ラーメンってどんなラーメンですか。それじゃあ味噌ラーメンじゃないじゃないですか。でこのエイジアンドテツのお二人なんですけれども、はい、エンディングでは今日、ま、爆笑モノマネメドレーを披露していただけるということで本当に楽しみに私もしております。すごいラーメン屋さんだから。そうですね。でもねそのラーメン屋さんにもとどまらない枠をもう本当にはるかに超えるようなお二人ですから、御前様には1年半ぶりぐらいの登場なんですかね。はい、はい、お久しぶりですが今日の御前様通信エイジ&鉄のお二人にお越しいただきまして爆笑モノマネメドレーを披露していただきたいと思います。はい、そして9時台と11時台にお送りしている御前様会議です。今週は体育の時間というテーマでお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様木曜日では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りします。嘘じゃないんだ。本当ですか。本当なの。川村がさっきの歌立てなし嘘でしょって言うから本当なんだ。俺さーってこうやって歌ってた10キロはしたじゃないですかとかって言ったら、そんな人いるんですね。信じられないでしょ。ちょっと話を持ってるかと思いました。全然、はい、ちょっとだけ軌道修正していい人にしたけどクイズの正解者の中から抽選でお一人の方に、はい、鎌ヶ谷物産から天人の藻塩ギフトセット3000相当をプレゼントします。はい、応募の際にはクイズの答えと住所氏名年齢電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ体育の時間から今日は川村彩奈問題です。体育祭のお話です。私船入高校だったんですけれども、はい、船入高校の体育祭は高校3年生は浴衣を着て男女で民謡フォークダンスを踊るっていうのがもう伝統でした。毎年3年生は絶対それをするんです。で私も高校3年生の時に高校の体育祭で自分のお気に入りの、はい、水色の浴衣を着て、はいはいはい、なんかこう桜柄だったんですけど、でその浴衣を着てで髪もものすごい気合を入れて、うん、いつもはしないお団子をして、はいはいはい、ちょっとそのお団子を斜めにずらしたりとかしてでリボンつけたりとかして、ね、ムーミンの三村姉さんみたいな感じで、そんな感じです ね、 ボリュームもしっかり出して、はいはいはい、三村姉さんみたいな感じで、ね、いつもしないようなことを川村ですけれどもしたんです。スナーフキンみたいな感じ、ね、スナーフキン違います。帽子かぶってないんです。それででものすごく気合を入れて、はい、その高校の体育祭船入祭に臨んだんですけれども、うん、浴衣を着ておしゃれをしていったのに、はい、ある不満があったことを今でも覚えています。うん、さて私は高校3年生の体育祭、うん、民謡フォークダンスを浴衣を着て踊るという出し物で、はい、どんな不満があったことを未だに覚えているでしょうか。はい、体操服を着てははで運動会だからその上に着物を着なきゃいけないから、はい、すごい太って見える。確かに着膨れする、うん、それは嫌ですね、はい、高校生は痩せて見られたいですもんね。うん、違います。男の目も気になるじゃないですか。気になります。だって川村を見ながらみんなが腕立て伏せしてたわけでしょやだ全員手島さんお前を中心に生徒たちがみんなどんな会ですか何祭りそれ。時計の秒針を刻むぐらいの感覚でみんながこう怖い怖い怖い川村を中心に腕立て伏せ腕立ての中心にいたくない。俺の腕立ての話はもういいっすかっつってテンポアップでお願いしますって言われちゃった。さっき CM 中にお前の腕立てもゆっくりだったわなんだろうな、はい、浴衣だったんです。はい、時間がバタバタしてるから帯がちゃんとできなくて本当はもっと可愛くできたのに、はい、それがすごい心の折れた、はい、それは確かにそうです。もう本当に着替える時間わずかで、うん、だからすごいシミュレーションしました。こうやってこうやってこうやってきてこうやって結んでっていうのを練習した記憶はあります。うん、はい、せっかくそうやって浴衣着たのに、はいはいはい、お化粧も最後ちょっとだけ紅さしたりとかしたいのにもう顔は体育祭中だからもう汗だく。そうです、それそうなんですよ。髪ぺったんこみたいな、うん、前髪が一番気になってました、はいはいはい、高校の時はだからもうちょっと汗かいたらペターンってなるから、うん、だからそれが嫌でちょっとこう前髪浮かして、うん、あんまり汗がつかないようにしたりとか、うん、そういうことばっかりしてましたね。俺一回だけちょっと用があって女子校の運動会に行ったことがある、はい、すごかったよ。サファリパークみたいだったよ。サファリパーク、うん、
あ、そうか、女の子って女の子だけで運動会するとここまで必死にやるのかと思ったよ。そうですね、うん、女子校って結構そういうところありますよね。なんか驚愕の徒競走とかって、はい、女の子とかキャッ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 とか、まあまあまあちょっとそういうとこありますよね。ヤン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 じゃん、女子校の体育祭の徒競走、はい、うらーうらーみたいな感じだった。すごかった。わかります。応援してる方もそうだった。異性の目を意識する必要がゼロっていうところで本当に純粋に体育祭楽しめますよね。かっけーと思ったもん。でも私は船入高校驚愕だったので、やっぱそういうね男の子の目っていうのを意識しちゃって、オスたちの目をね。そうで終わった後写真撮影会みたいなのがあるんですよ、うん、少ない時間なんかそこで好きな人と写真を撮れるかっていうのとかもすっごいこういろんな駆け引きがあったりとかするんですよ。もう本当甘酸っぱい。この人が浴衣を脱いで脱がしてくれるのかな、それともあれかな、ちょっと河村向いちゃいましたみたいな状況、全然の方がいいのかなとかって思いながら、皆さんね、思いません。さあ純粋な河村彩菜がね、はい、男の目を気にしながらやっていた体育祭の浴衣を着ての演目ですけども、はい、気になることがすごいあった。はい、そうなんです、はい、今考えても不満だったなと思うことがあります。それは一体何でしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、 アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから、ねえユージ、今日は番組の途中で新入社員が見学に来るぞね。ラジオの現場を肌で感じてもらうのはいいんだけど、私たちにとってはスタジオの外が気になっちゃって放送になかなか集中できないのよね。まるであの人のように。ベロベロベロ出してる。それ伝わる？それラジオで伝わる？いやでもね、やっぱスタジオの外に新入社員とか来るとね、気になってね集中できないんですよね。叩いてる。ベロ、左右にベロ出てる。よがってる。本日の演目わかんないでしょ。1972年ロックバンドディープパープルのデンマーク公演ライブ映像より、長い髪の毛が口の中に入って気になるものの、ドラムソロの最中で手を離すことができず、ベロの動きだけで必死に取り除こうとするドラマー、イアン・ペイスの気もそぞろなドラムプレイ。わかんねえって。ベロ出してても、よがいこ頭ふれてんじゃん。いや、ヤンペイスのプロ根性ですよ。今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですけども、うっすらと雲が広がっていますけども、はい、その雲の間から青空がうっすらと逆に見えてますよという状況ですけども、はい、どんなお天気でしょうか。岸さん、はい、おはようございます。おはようございま す。今日はどんな一日になりますか。はい、今日薄雲はまだ出てるところも多いんですけどもね、晴れ間も出て晴れたり曇ったりのお天気になりそうです。はい、今日は高気圧に覆われてるんですが、少し弱い気圧の谷が通っていくので雲が広がりやすい時間帯もありますが、まあ、晴れ間も出て、まあ、晴れたり曇ったりという感じなんですよね。朝はやはりややひんやりとした朝だったんですが、日中の最高気温は20度くらいまで上がりまして、昨日と同じくらいまで上がってきそうです。はい、
ここのところいつも毎日そうですけど一日の寒暖差がとても大きいですから、うん、上着など活躍されさせてね調整してください。はい、風邪ひかないように気をつけていきましょう。このいいお天気ってしばらく続きそうですか？はい、明日そして週末の土曜日日曜日にかけてもお天気の崩れがなくて晴れの天気が続きそうです。はい、気をつけたいこととしては明日は、まあ、晴れてもひんやりとした北風が吹きやすくて気温の上がり方が少し今日に比べると鈍くなりそうですから、まあ、それには気をつけるようにしてください。はい、今何か目立った警報や注意報は？はい、南部に乾燥注意報が出ています。昨日広島市で最小湿度がですね 12% まで下がったんですよ。非常に空気がカラカラだということですので、まあ、火の取り扱い今日もしっかりと気をつけるようにしてください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。キッさんでした。今日4月8日はお釈迦様のお誕生日、花祭り。花見堂に祀られた誕生物にアマチュアをかけるのが習わしですが、これにちなんで昔は赤ちゃんが生まれると香り高い生薬を産湯に入れて湯あみをさせる風習もありました。良い香りは心身の清めにもなり、人生のスタートにあたって花を添える祝福の気持ちも込められていたんでしょうね。春4月、新たなステージで新生活をスタートさせる方に贈りたい、かぐわしき香りの花、香水香花の花。伝統的なお香の雅に香水の華やかさを合わせ持った優雅な香りのお香です。お便り様様、このコーナーは日本香堂の提供でお送りします。ラジオネームゴリゴサーティーンさんです。はい、昨日4月7日は5年前に急逝した父の誕生日でした、うん、甘いものが好きだった父の写真の前にワッフルとかりんとうを備えていたところ、うん、今朝そのワッフルを見て中学生の娘がそれ父さんが食べたいだけじゃないと言ってきました、うん、じいちゃん甘いものが好きだったでしょと返すとそうかなと娘、うん、そんなやりとりをしている私たちを見つめる写真はなんとなく笑っているように見えました。ああ、まあワッフルはいいかもしれないんですけどね、おじいちゃんでしょ簡単に言うと。はい、でかりんとうおかりんとう多分ね歯がない歯がないと思うんですね。あ、うんうん、仮装されるときに歯を出されてるはずなの歯がない。まあでもね、うん、それはもういいんじゃないですか。やっぱずっとかりんとう舐めてる。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今日紹介するのは福山市立松永小学校から2年生の田坂凛さんの作文、大切な命のために。大切な命のために。松永小学校2年、田坂凛。私の将来の夢は心臓血管外科医になることです。なぜ私が心臓血管外科医を選んだかというと、これまでにたくさんの人が亡くなってきた中で一つでも多くの命を救いたいと思ったからです。今は新型コロナウイルスで亡くなったりしんどい日々を送る人がたくさんいます。それに冬なのでインフルエンザや寒いので風邪気味で休んでいる人もいます。だからそう思いました。私が大人になった時、重い病気が流行るかもしれません。その時私が医者になっていたら一つでも多くの命が救えるかもしれないので、心臓血管外科医になりたいです。もう大人ですね、うん、2年生ですよ、リンさん。しっかり心臓血管外科医になりたいっていう作文を、俺は心臓をドキドキさせながら聞きました。すごいね。ねえ、あの可愛らしい声、はい、なのにしっかりした思いみたいなのが、うん、そうですね、思いも伝わってきました ね、うん、ねえ、スラスラと読んでくれましたし、今2年生でしょ。はい、だからお医者さんになるのってまだしばらくかかるでしょう。そうですね、あとね、だから凛ちゃんがお医者さんになるまで俺ちょっと頑張って生きとかないと、うん、見てもらえないからね。そうです、開いてもらわなきゃいけないから。そうですね、オペがね、うん、ありますから、うん、オペクランケになりたい。凛ちゃんのクランケになりたい。そして俺のプランクを見てもらいたい。やっぱり関係ないです。プランク関係ない。今週、広島市立松永小学校ですけど、2年生の田坂凛さん、大切な命のためにお送りしました。
明日は学校変わって広島市立東の小学校から3年生の寺田明夫くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーはリサイクルの本田春蔵商店の提供でお送りします。今週のテーマは体育の時間です。ラジオネーム青地兄さんです。体育のプールの授業の前の着替えでバスタオルにポチポチスナップボタンがついていて、うん、スカートになるものがありました。あったね。フラダンスっぽかったので踊ってよく遊んでいました。ああ、俺たちの時はまあなかったもんね。ああ、私たちの時ありましたね、うん、なんかキャラクターのスカートになるのとかあって、わかるわかる。で、可愛いの持ってる子はすごい羨ましかったです、うん、俺たちの時はパンツ、はい、白いブリーフパンツの上に、はい、海水パンツを履いて、でその下になってしまった白いブリーフをなんとか海水パンツを履いた下からこうやって脱いで中から白いパンツを出すっていうことに熱中してたから。熱中まで。いらないです、そのバスタオルの筒状の分とか。いりますよ、だってもう女子ですから。ああ、お前たちはね、俺たちはいらないです、うん、あ、そうですか、うん、もう筒状のものは、もう筒状のものを囲うだけなんで。言えば言うほど汗かいていきますよ。ラジオネームおじゃまパジャマさんです。おい。昨日卓球の練習に行くと、高校の時以来に一つ上の先輩が来ていました。一緒に練習をしたのですが、昔話をしながらやってとても楽しくできました、はい、やっぱ高校の時の話って盛り上がるなと思いました。ああ、そうだね、うん、まあでも中卒っていう方もいらっしゃるからね。まあ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 、うん、それ考えたら高校の話ができないんだけど。いやいや、まあ、それは中学の時の話したらいい、うん、やっぱ義務教育内で収めとかないと。いや、それ別にいいと思う。いいな、お前は高校に行けてって話になるかも、うん、そういうことでね、知らないじゃない、なりますかね、うんうんうん、まあ、でもあの子が好きだったねとか、あ、この子と付き合ってたねとか、高校の時っまあ高校でも中学でもいいんですけど、うん、はい、あ、いいな、俺中学校だったから。いや、なんでそんな固くなに中学校の話をしようとするんですか。広島の人たちってさ、はい、必ず、はい、ああ、なんか広島なんすよって言ったら、お前何中って聞くよね。いや、そんなことありますか。そんな田舎みたいな。高校じゃないんだよ、お前何中って中学校来たから。そうですかね。ニュースです。午前様様。ラジオネームさつきが丘の麹丸さんです。今日も気持ちのいい朝を迎えましたね。さて、3月20日に開催された御前様イベント春フェス、本当にお疲れ様でした。すごく楽しませてもらいありがとうございました。おととい御前様イベント春フェスのステッカーが届きましたと、今車の後ろのフロントガラスに貼りました。今川村さんの T シャツのステッカーと横山ナイト T シャツのステッカー計3枚貼っています、はい、しっかり御前様を宣伝します。これからもよろしくお願いします、はい、と読んでいる間にものすごい大荷物のおじさんが帰ってきたんですけど、はあ、もう引っ越しみたいになっちゃった。袋をいくつ持って帰ってこられたんですか。6つ。6つ、両手にいっぱい、はい、そんなにたくさんいらっしゃったんですか。おかげさまで、はい、沖縄から来られた方とか、沖縄いらっしゃって、あら、はい、あと遠路はるばアデコが来た。アデコ、え、アデコちゃん、うん、はい、アデコがちょっと毎日が日曜日の CD ジャケットを書いてみましたこれ、うん、かわいい。何の絵だろうすごいクレヨンでね、はい、青とかオレンジとか水色とか、うん、そういうイメージの曲だと思ったのかな。今週、まあ、先週からさ、はい、横山モーデに来てくださった方に川村彩奈 T シャツに、はい、あのおまけでついてた、はい、川村彩奈ステッカーを差し上げてますって言って、ありがとうございました、って言ってたら、はい、もう今週すごかったのよ、横山モーデ。本当ですか。で、全然足りなくなって。で、2枚だけ河村エナステッカーがあります。うん。残りの方は残念ながら、横山ステッカーでしたら、みんな本当にちょっと残念そうな顔して。そんなことないと思いますよ。本当に残念そうな。ああ、俺横山ステッカーだわ、っていう。
露骨に。お前俺に会いに来たんだろうがって。ライダーキック。それはそうですね、うん。それはそうしたくもなりますね。ショッカーこれライダーキックってもう上がってくるたびに。何なんだよこれ。俺横山モードでできたんでしょ。なのに本人からよ、その人のステッカーをもらったのに、あ、これ、こっちですか、みたいな。なんかあの、軽い気持ちで病院に行ったらちょっと重い症状言われた人みたいな。そんな、そっちですか、そんなショックなことはないですよ。ちょっと心の準備ができてなかったんで、みたいな顔で俺を見つめたの。そして河村ステッカーを持ってるやつが、はい、まるで大学受験とかに合格した人みたいに、あ、俺たちは、ああ、こっちですかみたいな感じ。落ちたやつを下げすむみたいな目で俺のステッカーを持ってるやつを見たの。そんなことしません、リスナーさんたちは。アデコの親とかがそうだった。でもおかげさまで、うん、ね、たくさんいろんな方々が会いに来てくださってね、はい、ありがたいことだよなとかって思いながら、ね、フリージア大好きからね、はい、月日の流れっていうことで、はい、15年前にマンションに入居した時には、はい、マンションの前には園のバスが何台も来ていたのに、はい、今はデイサービスの車が何台も並んで待っているのを見て、月日の流れを実感しましたね、ということで。そうですね、マンションとかも団地とかもそうでしょうね。そうだよね、本当気がつけばさ、はい、ずっとそこに住めば住むほどちっちゃい子は大人になり、うん、大人だった人は老人になりみたいなことになるんだよね。そうですよね、子供たちはどうしてもね引っ越していったりしますもんね、うん、はい、あと外面よしこ、はい、昨日始業式を終えた高校2年の娘が元気なく帰ってきました。元気なく聞けばクラス替えがいまいちだったわとのこと、うん、高校2年のクラスはそのまま来年も持ち上がるのでとてもとても大事なんだけどなと落ち込んでいました、はい、住めば都でそのうち慣れていくとは思うのですが、子供には学校生活が全てだから気持ちはわかるなと思いました、はい、30数年前の甘酸っぱい高校時代を私も思い出しましたよと。はあ、クラス替えはね、本当ドキドキしますよね。そうだね。でもクラス替えがある学年とない学年ってありますよね、うん、あったっけ。ありました。私は、うん、1年生2年生はちゃんとあったんですけど、うん、3,4 年は同じクラス、うん、5,6 年は同じクラスでした。で中学校の時は1年生、2年生、3年生。2年生と3年生が同じクラスでした。うんうんうん、で、高校も2、3年が同じクラスだったんですよ。本当？本当？多分ね、小学校、中学校は、毎年クラス替えがあったんだよね。あ、そうですか。で、高校は、はい、もうほら、私立文系、ええ、私立理系、国公立、みたいに分かれてるから、はい、もうクラス分けはないの。一切ないの。はい。バカはバカ。優秀は優秀。そういうクラス分けって。こっち入らないでください、みたいな感じになる。そんなことないですよ。うん、なんかあったりなかったりがあって、うんうん、なんでだろうって思ってました。ずっと不思議だった。でもさ、はい、あの考えようによっちゃ友達が違うクラスにいるっていう方が、うん、今度はそっち側のクラスの人とも仲良くなれるじゃん。まあそうですね。だから倍になるっていう考え方もできるよね。はいはいはい、はい、自分は自分のクラスの中で居場所をちゃんと探して、うん、あ、こういうキャラクターですよっていうの分かってもらって、まあまあ友達作って、はい、で本当仲のいい友達がそのクラス外にいた方が、ええ、今度はそいつらのグループともつるめるじゃない。ご縁がつながっていくっていう考え方がね。ほら他のクラスのやつとすごいマブダチみたいにしてるやつってちょっとかっこいい気がしてたよね。はい、ああ、確かにクラスの枠を超えてつるんでる男子たちって、うん、確かにちょっと輝いて見えますね。学校帰りとかに、ええ、A 組と B 組の誰々くんとこがすごい肩組んで、とかって言いながら帰ってんだよね、みたいな見て、するとなんか、あ、そっか、そうやってなんか、広い交友関係があるんだ、みたいな、ね、なんか見せられたよね。はい、それはあるかもしれないですね。あと、適度な距離感っていうのも、実は必要かもしれないですよね。そうだね。高知町のくまモンキーさんです。はい。アスパラガスの収穫をしながら聞いていました、はい、スイカのお話が先ほどありましたが、うん、僕は熊本からの移住者です、はい、熊本のスイカは今が出荷の最盛期で、うん、夏にはあんまりないんです、はい、ぜひたくさん食べてくださいと。あ、今が最盛期なんですね。そうだね、熊本からの移住者ですっていう人ってあんまり言わないよね。うん、俺宮崎からの移住者だけど。あ、そうですね、うんうん、確かに俺思ったんだよね。あのさ、はい、今ほら横山雄二チャンネルをやってじゃない、ええ、で今日はえなつの21球っていう、はい、うちのアナウンサースポーツアナウンサーたちがあのもう大昔なんだけど、はい、爆笑一番星っていうイベントをやったの、ええ、有料イベントを県民文化センターで、はい、でさそこで
そのうちの一流とかさ、はい、あとは、まあ、道場さんとかも含めて、はい、が、江夏の21球を、スポーツアナウンサー5人で、ガーッつって言って、全部覚えて、はい、核実況すんの。はい、もうここが泣けるんだよ、はい。で、その映像はオンエアも何にもされてないの。俺しか持ってないの。はあ、で、それをアップしようとかって。YouTube に。YouTube に。はい、横山ゆうじチャンネル。はい。って思ってて。それで、はい、なんか、移住者。こうやって YouTube チャンネルとか上げるじゃん。はい、で、そうすると、うん、俺が、ケンジンバンドとかの映像とかも上げてっちゃう。そしたら、横山さんはケンジンバンドって言ったけど、宮崎ですけどって書く人がいるの。もう、ちょっとそれ差別に最近近いよって、人種差別に近いよ、気をつけないと。少なくとも俺は不快と思うの。だって俺32年いるからさ。はい。なのに、あの人宮崎だよっていうのってもう、それ差別だよって思うっていうのを書き込まれた方がいたの。で、ちょっと俺は本当に心から思ったの。え、まだそんな扱いすんのつって。32年いるんだよ。そうですね。で、しかもね、今の時代ってもうみんながどっかのね、移住者だったりとかもするし。いや、俺ほんと不快だったの。で、あ、こうやってなんかいろんなことするとそういうこと書き込んでくる人がいるんだけど、はい、本人は冗談のつもりなのか、本当に皮肉なのかがわかんないから、でも書かれてる方が不快であることは分かってと思って、はい、今、熊本からの移住者ですって言われたりすると、あ、それを売りにされる方、あ、そうなんですよっていう方もいるし、俺はもう広島の人を持ってほしいんだけどなーって。ちょっと思うの。そうですね。だって、ふるさと捨ててきたんだよ、32年前に。ただ、広島にずっといる人にも思いは強いよと思う。だってほら、外国人の人の方が日本文化に詳しいよね。はいはいはい。日本人より日本人ですよね。うん、そう。言葉にもね。そうなのよ。気をつけてらっしゃいます。あれに近い感じがするのに、え、まだよそ者って言うのつって言って。そうですね。思うんだよね。うん。言葉のね、温度感っていうのを文字だと余計分かりづらかったりしますね。で、なんで書かなきゃいけないのそれをっていうの思うのね。他にもね、たくさんある中でねって思う。この映像を見て、感想がそれなのとか、横山雄二っていう人のことを表現するのに、はい、宮崎県人なんだよ広島人の武士だけどって、言うこととかってちょっと思うんだよね。必要はね、ないことですよね。ねえ。続いて、ミケの姉ちゃんさんです。はいはい。今日は4人目の孫のピカピカの入学式です、うん、もう1日から児童館に通っていますし、先日からはピアノ教室にも通い始めました。おい、楽しくて夢がパンパンに膨らんでいるようです。お、桜はもう葉桜ですが、ピカピカぶりを写メで送ってと頼みました。いや、あまりね、膨らむとね、パーンいいじゃないですか。ほんと膨らむだけ。蛇も踏んだらパーンって言ったら、ないちょうどいい空気圧なんだよ。考えたくない。蛇って。ああ。で、道路横切ってる時とかに、踏んじゃう時があるじゃないですか。はい、うん。うん。だからパーンって言うんですよ。風船が割れてることがするの。いやいや、もう子供たちの夢っていうのは割れることはないですよ。そうかな。私も、この春に見たんですけど、子供たちが自転車の、その補助なし、練習してる姿っていうのを、結構見てて、2、3件。RCC の近くの公園だったりとか、あと自分の家の近くの道路だったりとかっていうので、子供たちが2人で練習してるのを見て、やっぱりみんな何かに挑戦したくなるんだって思いました。それはきっと川村が、自転車を買いたいなとか、はい、自転車についていろいろ思いがあるからですよ。あ、そういうことかな。そうなの。あ、それで、うん、目が行くの。はい。だから今、気になっちゃうんですね。その自分の家に新入学とか、はい、あと、まあ、3月とかだったら卒業生とか、はい、ああいう人がいるとって本当に新しいスーツ着てる子が目についたりとか、あとよく言うけど自分が妊婦さんとかになるとするじゃない、はい、で今まで何にも思ってなかったのになった瞬間に、あ、街にこんなに妊婦さんがいるんだとか、そうやって目で追うんだって。気になっちゃうんですね。だから今競輪の選手かなんかと付き合ってるでしょ。付き合ってないです。そういうことですか。うん、競輪の選手。あ、競輪の選手。家に帰ったら、リンリンリリン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 ってやってるでしょ。嫌です。家でそんな音させられる。リリリリチーンって言いながら。やってるでしょ。シャカ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 してるでしょ。いや、自転車外に置いてって言います。ああ、そう。はい。ヘルメット。家の中に置かないでって。家の中でヘルメット置かないで。家に入ってヘルメットだけ取って。家の中だからやめてって言うと思います。まず、リンリン以前に。あ、そうか、うん。あ、でも確かに、今考えてみたらそうでした。うん、自転車に関して。私、一人暮らし始めて、3年ぐらいになるんですけど、うん、自転車持ってないのに、3年間ずっと、
あの駐輪場のお金を払い続けてるんですよ、うん、家の月500円、うん、もうそれだから競輪選手に稼ぐんじゃない、リン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 チーンって言いながら、あ、そうですね、うん、そのための契約にしたらいいんですかね。そうだよ、言ってごらん誰に、競輪場で、競輪場で、あの自転車で打ち来られる方、今500円で貸しますっっあ、そうですね、1日500円儲けちゃうっていうね、月500円しか払ってないのにだからその、 あの家賃にプラスされてるんですよ、おうおうおう、500円が。だからもう3年払ってないんだから、うん、もう自転車持ってないし、はい、駐輪場使ってないし、うん、そろそろちょっとちゃんとこの賃料の交渉をしようと思ってる、うんうんうん、これがやっぱり自転車に目が行く理由、絶対自分が目にするものって自分が気にしてるもんなんだよ、はい、今気づきました、うん、今気づきがあります。俺今車を買い替えたいってすごい思っててさ、で車検が来るのもうちょっとしたら、はい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 、だから今のうちに探しとかないと、また今の車ずっと乗らなきゃいけないからと思って、はい、で言われたんだけど、俺ほらパンクしたりとか、 あとはそのヘッドライトが切れてたりとか、はい、いろんなことがありましたよね、いろいろいろんなことがあったの、はい、車、でそれこの間パンク出した時に、俺実は車のディーラーさんに、はい、車検までに次の車をこれ探してって言ってから3回壊れてるのね。どう？だから絶対車が気づいてるんですよっつって、お俺と別れようとしてるでしょって言って、はい、きっと嫉妬してはぶててるんです、車ってそのあるんですよって言われて、で俺は車運転してる時に自分が欲しい車があったりとかすると、あ、これ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 、あ、後ろから見たらこんな感じなんだとかって思いながら見てんの、はい、でも他の車一切目に入らないから、やっぱ自分が気にしてるものだけを人は追い続けるから、そうですね、多分だから川村自転車になんか思いがあったんで、はい、そうでしょうね、うん、だからその契約してない駐輪、契約してる駐輪場自転車止めてないのにっていうのがずっとあったんだと思います、うん、が会社の今までずっとついてた給料の補助みたいなのが取れたりとかして、補助が取れたと思って補助輪が取れたよとかもつけてほしいなと思った、逆に、うん、ああそうか、あの子も補助なくなったか、私も補助がなくなったんだよねとかって思ったのかもしれないね。そうですね、8年目を迎えて仕事の面でもいろんな補助がなくなったと思ってるのかもしれないです、はい、そろそろ独り立ちしないとっていう。ではでは、はい、今週は体育の時間で川村から問題を出しました。はい、体育祭のお話ですと、うん、私は船入高校に通っていたんですが、船入高校の体育祭は3年生は毎年浴衣を着て民謡フォークダンスを踊るという出し物をするのが伝統でした、うん、私も高校3年生の時にそれに参加をして、はい、で自分の中ですごくおしゃれをして浴衣を着て帯も締めて、うん、でお団子とかしてリボンとか巻いちゃって、はい、おしゃれをしていったんですが、そんな中でもある不満があったことを覚えています、うん、さてそれは一体どんな不満だったでしょうかというのが今日の問題です。リンゴのもっちゃん、ありがとうございます。川村さんの、はい、今日の体育の時間のクイズの答えですが、うん、浴衣を着るのを楽しみにしていた演目が終わると、はい、すぐに浴衣を脱がないといけないことが残念。いや、そうなんですよ、やっぱね、うん、次にクラス対抗リレーとか控えてますから、はいはい、だから着替える時間は少ない、うん、でもそんな中でも、うん、やっぱ時間に戦いながら写真を撮りたいっていうのがあったので、はい、撮りたいよね、ものすごいバタバタしました。フォークダンス以上に。お昼休みがあるじゃん、はい、体育祭の時って、で弁当とか食べたりするじゃん、はい、でその弁当食べ終わった後とか仮装大会みたいなのがとか、なんかクラブで対抗のあった、みんなが、あの、バスケットボールはバスケットボールを持ったままリレーしたりとか。しますね。で、弓道部は弓を持ったまま。そうそうそう。行ったりとか。ありました、私も。あったでしょ、うん、で、なんか文化系のサークルとかさ。はい。なんか美術部とかは絵を持って走ったりとか。そうですよね。書道部とかも書を持って走ったりとか、ね。で、すごい盛り上がってさ。はい。で、すぐに、それが終わったら次の演目があるんだけど、はい、その部活動のやつはみんなちょっとまとめて写真撮りたいから、すごい慌てたのを覚えてる。そうですね、うん。それはありました。私も総局部だったので、うん、ピンクと紫の袴を着て、はい、で、何月何日、どこどこで大会があります、見に来てくださいっていうのをもう保護者のテントの一個一個でこうやって言いながら、言って回って、だから相当時間かかるんですけど。それはやっぱことを思って走るべきだよね。総局部だったら。やっぱね、おことって結構なんか砂ぼこりとかつくじゃないですか、うん、体育祭だったら、うん、だからこう音に響くんですよ。なんかそんなのダメです。俺らの時ね、ブラスバンド部かな、はい、があの一番でっかいじゃん、ポポポポポポポ、はいはい、なんかチューバみたいな。本当にそれがやりたくてそれやってるっていうやってるに決まってますよ。あれをホルンみたいなやつ、あれをバトン代わりしてたよ、はい、みたいな。あれをバトンにするんですか。大変ですね。みんなゲラゲラ笑って
いい選択ですね。いい選択です。フルートとかじゃなくて。そう、盛り上がるの。そう、ポルンとか大きいものの方。ポポポポポポポってやつ。目立ちますね。あとはね。はい。三好のダニー、37歳、はい。ありがとうございます。川村さんが浴衣の時に不満に思ったこと。はい。それは、浴衣を、右前に着てしまい、うんうん、はい、好きな男の子に、その合わせ方は男の合わせ方だよと言われたからです。ああ、そうですね。うん、未だにちょっと不安です。どっちかっていうのは、うん。でも高校の時はもうそんなの全く気にしてませんでした。うん、多分男の子も気にしてなかったと思います。うん、もう気になってるのはもうとにかく前髪だけだよね。前髪だけです。前髪だけでした。うん、あと髪、お団子が崩れないかどうかって。ああ、三村姉さんね。三村姉さん。川村ですけど。三村姉さんね。川村姉さん。スナフキン、スナフキン。よろにょろ。よろにょろ好きだったでも。やずやえむ。はい、ありがとうございます。川村さんが運動会の時に浴衣を着なければならなかったけども不満だったこと。それは気合を入れて浴衣を着たのに、はい、その体育祭で好きな人が休みだった。ああ、ありそう。ありそう。あと違う種目の準備してここにいないとか。そうそうそう。でも、だからその最後の方にやっぱどうしても控えてるので、うん、その民謡とかのクラスっていうのはその後にクラス対抗リレーとかなんですよ、うん、だからその足が速い人ってかっこいいっていうイメージが未だにあるその時代だったので、うん、だからその準備とかでひょっとしたら抜けてたかもしれないですよね、うん、あーでもそれはあったかもしれない俺さ、はい、今その横山ゆうじチャンネルをやるのにさ、はいはい、過去の映像をずっと見てんの、はい、もう暇さえあれば VHS なんだけど、はい、もうそれしかもうないからさ、ええ、映像とかがたださ2003年か4年ぐらいに、うん、有吉が独身だから結婚式あげてあげようみたいなのを勝手にやってんの、はい、それで、ええ、有吉の相手を勝手にお笑いのちょっと太った女の子みたいなのをしつらえて、はい、ははははでこの人結婚しますっていう設定にして、で劇団一人が来たりとかでいろんなお笑いの人たちがお祝いに駆けつけますみたいなの、はい、東京の両国で作成してんの。すごい。で、最後ぐちゃぐちゃになってウェディングケーキ投げ合って終わるみたいな、1時間ぐらいの番組だったけど、はい、その時に有吉が言ってたけど、うん、かっこいい大人っていうのは、うん、足が速い人だと思うって言ってた。僕が憧れるかっこいい大人は足が速いって言って。川村と一緒で。足が速いって分かる。違う違う、私は高校の時にまだその意識はありましたけど、今は別に思ってないんですよ。でも大人になったら足が速いことを披露するタイミングもなくないないんだよね。ないですよね、うん、通勤中にちょっと急ぐぐらいですよね、うん、大人になって真剣に 100m 走ることないよね。そうないし、そういう大人は嫌だと思う。やっぱ時間に余裕を持ってスマートにね、うん、歩いて行動してほしいじゃないですか。でもどうなの、例えば川村が夜歩いてました、はい、でバッグをバッとバッとひったくに会いましたた時に、近くにいた人がガーッと走っていって、でパッて捕まえるのとゆっくりゆっくり持久走だ、追い詰めていく、追い詰めていく感じ、ずっとゆっくり追い詰めていくタイプの人とかだったら、おい全力で走れやと思う。いや、思います、思いますだよね。そりゃそうですよね。だよね、走ってくれと思います。お前その 100m ダーッと走るような大人は嫌だって言ったしかない。いや、そうですけど、まあ、状況が状況ですよね、その場合は。あいつ緩やかに追っていくぜ。だから出勤とかでものすごい急いでる人は、あ、でももうちょっと時間に余裕を持って早めに起きたりしてくださいよって思 う、ね、電車がプシッて閉まる瞬間とかに、おっとっとっと、そうそうそう、危ない、俺これじゃなかったからねみたいな顔するような大人にはなりたくないってことでしょ。そうです、その試みすらやめてほしいです。もっとちゃんとスマートに生活してほしい。でもさ、はい、じゃあこれに乗ろうと思っていた、ええ、けれど、はい、思いのほか早く着いてしまった、はあはあ、で、あれ急いだら前のに乗れるなって思った時に急ぐのはどうですか。もうそれはしますよね。それも早く、え、どういう勝手な解釈。自分の中の設定時間を遅らせないでほしいってこと。早めるのはいいんですけど。嫌だろうね、これ乗ろうと思ってて、はい、駅着いたらちょっと早く着いたから前の乗れるかと思ってちょっと急ごうかな、真横からプシッしてた瞬間にみんながあーって思うじゃん。はい、で、お、いや俺はだって次のやつ乗るはずだったからさって自分の心の中だけで言うけど、なんであそこで急いだかなとかって。そうですよ、
ずっと悔やむよね。はい。なんかそこまでするんだったら乗らなくていいですよねっていう。次のに乗ってくださいよって思うんですよね。そう。微妙なね、すいません、些細なことで。俺、アストラムラインに乗るときさ。はい。なんか、あ、来てるかもって思ってくるじゃん、なんか。ああ、ありますね。あります、あります。なんか気配でさ。気配なんか上がギシギシギシッと。あれ来てるかもとかって思ったときに、階段階って、二段飛びとかで、こうやって上がった。いや、逆側か。逆側のやつだわって思ったとき。そうそうそう。てれれれんれん、てれれれんれんって言ったときに、やばい、来るって思うんですよ。結構意外と音楽になってから意外と時間あるんですよね。で、アストラムって、本当に音しないよね。あ、静かです、やっぱり。ね。うん、さすが。だからさ、来た、たぶん、逆か。俺今ちょっとゴリラみたいに走ってきたわって思う時のショックね。そうなんですね、うん。どうしても乗り遅れたくないっていうのが ね、 ね、あるんですよ。あとはね、はい、ゆうたろうパパ。はい、ありがとうございます。38歳。はい。川丸さんが高校の運動会の時に未だに不満に思っていること。伝統芸能の踊りを、はい、おしとやかに踊ろうと、着物も髪も気合を入れて臨んだが。ええ。当時、マツケンサンバが流行っていて、あ、マツケンサンバを踊ることになったので楽しめなかったんではないでしょう。流行ってたかな、流行ってたかもしれないな。マツケンサンバ。マツケンサンバよりも、うん、まあ、中学校の時かな、流行ってたのは、あの、ゴリエ。ああ、なんだっけ。テテ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 テ。ミッキーだ、ミッキー。あ、そうです。ミッキーで創作ダンスを作るっていうのが、体育の授業で、中学校の時なんですけど、その時はすごいそのミッキーが流行ってました。あ、覚えてますね。松山サンバか。松山ケンイチサンバでしょ。松山ケンイチさんはサンバ踊ってないですよ。小雪さんと結婚した松山ケンイチさんでしょ。そうですよね。はい。のサンバじゃないですよ。松山サンバ。その松山サンバではないです。あ、そうなんだ。うん、違いますね。俺の中の松健って松山健一なんだよ。あ、そうですか、うん、松平健さんっていう方がね。誰それ知らないのかよ。一番有名だと思います。プクプクパパ。はい、ありがとうございます。川村さんが着物を着たのに、はい、残念だったこと、うん、もう少しで好きな人と踊れるところだったのに音楽が終わって踊ることができない。これはもうあるあるですよね。あるある、あるあるです、うん、マイムマイムマイムパラ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 パそうですね、それぞれありましたよ、うん、3曲ぐらい踊った気がするんですよ。あ、そうそうそう、それが一番、それが一番。テテ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 テ楽しかったよね。楽しかったです。だから3曲か4曲ぐらい踊りましたね、うん、照れくさかったよね。でもね、うん、で1曲目が終わったら逆方向になったりとかするんですね、うん、そう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 。で男と女の数が合わないから、うん、はい、女なのに男のとこにいるやつがいるとか、そうそうそう、男なのに女のとこにいるみたいなやつがいて、うん、もうあいつ回ってきたからもう男同士になったわとか、はいはい、ちっちゃいことでね、やきもきしてましたよ。そう、うん、楽しかったね。そうです。小学校6年生の時とかさ、はい、男の子はちっちゃくて女の子大きかったりするから、もう保護者と踊ってる男の子みたいな感じの絵面とかあったんだよね。小学校の時はそうですよね。お前ちっちゃいなって言うとお前大きいなってのがコンビになってるとかするんだよね。あとはね、これ最後ね、はい、水木、ありがとうございます。川村さんが、はい、運動会着物を着る時に不満だったこと、演目の曲が和よりもロック調で、せっかく和のテイストに浴衣を着込んだ川村さんは、はい、ちょっと雰囲気が違って違和感がすごかったのではないでしょうか。あ、曲は確かに、うん、いやでもロック調とかよりはもっと定番の、うん、さっき歌ったようなものの3曲を、はい、なんか方向を変えながら踊って、うん、で思い出を作るっていうのがもうそれだけでした。3年生になって3年生になってもうなんか基本受験で忙しいから3年生が着物を着て皆さんにダンスを披露していただきますとかって、はい、そうです。
テリリリリティティティン、テリリリティティティン、テリリリ、テリリリ、テリリリティティティン、テリリティティティン。なんで着物浴衣着てその踊りしないというの。どういう踊りになるんですか。でも毎年決まってる。1年生は船入高校体操。うん、で、2年生は、なんだったっけな、なんか騎馬戦とかやるんですよ。2年生は結構中心になって体育祭盛り上げるんです。で、3年生はもう受験モードに入ってるんで、なんか浴衣を着て、フォークダンスっていうのがもうずっと伝統で、今は分かんないですけど、うん、ずっとそうやって船入り祭って言ってましたけどね。うん、うん、楽しかったですよ。へえ、はい、まああるよね、あの年になってあれができるからみたいな。そうです、2年生のあれはかっこいいとか。そうです、憧れてました、うん、あったあった、うん、さあ川村へのせっかく着物を着たのに不満だったこと、はい、それは一体どんなことだったんでしょうか。正解は、うん、浴衣を着ているのに靴は運動靴じゃないといけなくて、うん、でしかも靴下も学校指定の靴下を真っ白なものを履かないといけないっていう決まりがなんかあったんですよ当時。船入高校の指定の靴下とかで船とか書いてあったりするの。ワンポイントで船って書いてある。船は書いてある。で反対側には入りって書いてある。なんで分けるんですか。ボートインって書いてある。いやいや、船入高校のマークは FFF っていう F3 つが船入高校のマークなんですよ。へー、ファイト、フェア、ファインで FFF の船入り。へえ。それはスカートとかにはそのワンポイントが入ってたんですけど、で靴下も真っ白なものが指定で、うんうん、でちゃんと浴衣を着て踊る前に検査みたいなのがあって、うん、でそれでルーズソックスとかを履いてたりすると、はい、あもうダメ履き替えてきてって言ってすごい厳しい。へー、だから浴衣を着て髪もちゃんとおしゃれしてるのに、うん、靴だけは運動靴、しかも白い靴下って。靴履かなきゃいけないんだ。それ嫌だね。嫌なんですよ、うん。それがすごい不満で。なんで下駄を履かしてくれないんだって思ってたって。大丈夫だよ、川村さん。成績には下駄を履かしてやるから。てれれれってってて、てれれれってってて。先生、履かしてもらえませんでした。実力でどうぞって。ということで正解は、浴衣を着ていても、靴は運動靴。そして、靴下も白靴下じゃなくて、ではいけなくて、私はそれが不満だったということでした。最悪。え、42人一番多い答えでした。あ、運動靴かですか。運動靴、あら、おかしいですね。本当なんだろう、ゼロか多数かなんですよね、いつも私のクイズって。脳の運動させた方がいいです。間違いないです。脳トレが一番必要です。というわけで今日はじゃあその42人の方の中から倍率高くなりますが、釜狩り物産から天人の模試をギフトセット3000円相当をお一人の方にプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。このコーナーは永遠の安らぎを真心でお手伝いする宮奥総裁の提供でお送りします。はい、広島カープですけども、昨日は神宮球場ヤクルトと対戦しまして3対2敗れましたよということではありますけど、まあ面白い試合ですよねという気がします ね、 すね、デイリースポーツは開幕11戦連続ヒット、3号ソロ菊池お、ね、2年ぶり切り込み隊長で初菊棚ということで、昨日は1番バッター、ね、絶好調です ね、 ね、菊池選手、あとは、一時リードも競り負け、機動力不発ということで日刊スポーツ、ダイソー曽根牽制でアウト、ね、あとはスポニチ2年ぶり1番菊池一発11戦連続ヒット、はい、ね、うん、こうやってなんかあの個人のその調整の仕方で開幕をバーッと迎えられて、はい、いいスタートが切れていますっていうこととともに、やっぱ最近そのプロ野球の試合を見ていて思うのは、弱いチームとかあんまり勝ててないチームってどこかでそれこそあの記録に出ないエラーみたいな分が多いよなとかって思ってて、例えばこう外野にヒットが出ました、で外野が内野にボール返すときによく見たらちゃんと返せてないとか、なんかああいうことで全然エラーにも何にもなってなくて、その進塁も止めてんだけど、あれでも今本当だったらパーンって取って内野に返す、内野パーンって取る、ランナー目で牽制するみたいなところがもた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 してて、次の塁行こうかランナーが
いややめとこうかみたいなのがあったりとか、はい、なんかああいうのがあだから弱いんだろうなって思ったりとかしててさ、で昨日その牽制でアウトになった曽根っていうのもあったけど、はい、その前に聖夜鈴木聖夜が三塁に盗塁して、はい、でこぼれた球を見てホームに突っ込んだっていうシーンがあって、でアウトになったんだけど、はい、あれとかもえツーアウトだよねっつって、ランナー二塁だよねってことはヒット1本で帰れるよね、うん、なんで三塁に盗塁しなきゃいけなかったのかな、でしかも三塁まで行った三塁にランナーがいるってことはピッチャーは縦の変化球が投げにくくなるのね、はい、ワンバウンドになったりするとキャッチャーが後ろに反らしたりとかするから、でそうするとバッテリーはまっすぐ系しか投げられなくなるからバッターがガゼン有利になるのね、はい、でそういうのが分かってたらホーム突っ込む必要あったかな、無理して、うん、でしかもアウトになりそうなタイミングだったよねとかって思うと、さっき言った目に見えないエラーとかと一緒で、いやあそこで三塁にランナーがいるってことはバッターが断然有利になったはずで、三塁ランナー返すチャンスもいっぱいあったはずなのに、えなんでこの一人相撲みたいなことでチェンジになってんのかなみたいなのがあったりとかすると、はい、そういうのが少しずつ少しずつ膨らんできてどっかでガタガタガタってくる可能性があるよとか、ここは負けられない、ここで流れを変えなきゃいけないっていう時にそれがいつものようにダラッと出てしまって、ほらね結局悪い流れのまんまいったじゃんみたいなことが起こる気がするので、はい、だからそういったところは気をつけてもらわないと長いシーズンどこかでそのほころびが出ますよっていう気がするので、大切に大切に野球をしっかりとやっていただきたいなと思います。午前様通信、世の中の気になる出来事や流行、生活に密着した情報をお届けするこのコーナー、落語や歌舞伎など何回見ても飽きないのが古典芸能の趣深いところですが、今日のゲストは令和の世に至っても古き良き昭和の香りを漂わせていらっしゃるこの方です。モノマネコンビエイジ&鉄のお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。あ、すみません、スタジオにラーメン屋さん入ってきたんですよ。出前取ってないんだけど。いつもお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってますよ。で、一応今日は、はい、お笑いコンビとしてお二人をお招きしてるんですけど、ええ、今気になってることは、味噌屋蔵蔵のお客さんの入りはどうですか。はい、もう失敗してます。そうですね、まあ確かに今は大変ですね、うんうん、本当にね、やっぱり売り上げも下がりましたし、はい、でも頑張ってます、あのコロナ対策をして、はい、日々一生懸命頑張ってますね、うん、だってさ、英二さんとこのそのね、味噌屋蔵蔵は、はい、ほらタイタンシネマライブがまた来週も金曜日、はい、26日に行われたりするけど、御前様のファンは緑にタイタンシネマライブ見て、でみんな店や蔵蔵に行くっていうのが、はい、聖地巡礼みたいな、そうですね、ありがとうございます、定番でしたね、定番で、はい、あったじゃないですか、でってことは緑だから、あの辺ってほら、まあ、コロナで今回1年間大変だったってこともあるけど、もっと前で言うと土砂災害、そうですね、そうです、被害もあった場所だから、そうです、そうです、 A さん的に言うとその店構えたけど、まあまあいろんな試練が来るねみたいな、そうですね、感じですよね、感じです、感じです、うん、もう今回のこと本当考えてもないことだったんでね、本当にこれはもう、まあ、皆さんそうなんですけど、本当にびっくりしましたよね、俺だって食べ行ったらさ、はい、なんかあのアクリル板みたいなところでお客さんの間とかにこと置かれてたから、あ、そういうこと知ってんだと思ってた。知らなかったみたいな、早くから、早くからしてます、はい、多分この人たちは気づいてないんじゃないかそうでしょ、思ってたから、普通にやってんじゃないかと、あ、気づいてんのか消毒も体に浴びてますよ、しょっちゅう手をやってますからね、はい、はい、うんうん、そうですね、そうか、でもやっぱお客さん自体はしばらくしんどかった、で今少しずつ戻ってきつつある感じなんですか。そうですね、少しずつは、そうですね、相変わらずやっぱメニューで一番美味しいのは麦茶なんですか。まあですね夜の部はね、一番店が来るやつで美味しいのはビール、はい、飲み物買えただけじゃない、ビールですね。でもあの今免疫力がやっぱり大事じゃないですか、うんうん、はい、味噌ですね。あ、そうです、味噌でしょ、高食品ですもんね、うちあのトッピングで納豆キムチがあるんですよ、うん、これ常連さんそれ入れる人いるんですけど、これどうですか、3種類の免疫力、あ、なるほど、アップですよ、アップアップ、味噌と納豆キムチ、
すごい。この発酵食品、うん、おいなんか美味しくなさそうなんかそれ。いや体には本当にいいですから。そうですね。そうね、免疫力です。いやだってラーメン屋さんに体がいいものを求めないでしょ。だってもうここはいいかと思ってガーって食いに行くのにさ。いいですよ、求めても。あとうちの濃厚味噌ラーメンにはですね、はい、酒粕豆乳も入ってますね。あらららら、これも発酵だ。これは発酵。酒の粕の方ね。いいじゃないですか。免疫力つけましょう。そうですね。そうですそうです。確かに女性に嬉しいですよ。ね、大事なことですもんね。うん、でも今日は11時台にモノマネを披露していただくんですよ。はい、お二人はモノマネ芸人でいらっしゃる。そうですよ、ね。ああ、昭和のですね。はい、昭和の香りの。ちゃんとレパートリーとか増えてるんでしょうね。ええー。まあ今回ちょっとコロナがありましたので、はい、増えた？ま今日はちょっとやらないんですけどね。今日もやらない。一つだけ僕はあるんですよ。うん、でもこれ喋りじゃないんですね、うん。だけどこれ多分日本で誰もやってないものまで、僕本当一つあります。ただこれ恥ずかしさもあるんですけど、うん、今度、披露します。誰か言ってもいいですかね。分かってもらえないかな。そう。スマイリーヨハラ。知ってますか？わかりますよ。はい。これいないでしょうね。いないし必要とされてないからモノマネの中にね。さあ果たしてどんなモノマネが見られるのか、また11時台もよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこの時間は廿日市にあります中古の軽自動車39万8000専門店 K マーケットなどを運営するニーザグループの新沢良二社長にスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日もボックスティッシュ5箱お持ちしました。よろしくお願いいたします。いつもスーツなのにね、今日ラフな格好で、はい、いつも作業着なんですけど、ああ今日はあの新入社員の方々 あの研修会があるので、ちょっとそれをちょっと見に行かないといけないので、あそれでそのスティーブ・ジョブズみたいな感じの黒い感じにしてんだ。確かにできそう。できそうね。はい、いやスティーブ・ジョブズな感じよね。ジョブズですね。新沢、ジョブズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。金持ってんだろうな、ジョブズ。すいません。ではおすすめの車のご案内お願いします。はい、ただいま K マーケットでは春の新生活応援セール第2弾を開催中です。今日の目玉車は先日まで59万8000円で販売していましたスズキハスラーの姉妹モデルのマツダフレアクロスオーバーが車両本体価格税込み39万8000円です。はい、平成26年式で色はカーキ、走行距離は9万2000キロです。これ写真見てみると本当おしゃれな色ですよね。アウトドアにぴったりな感じしますね。うんうんうん、はい、軽自動車 SUV として最近とても人気があるんですよ。はい、車内はとても広く荷物もたくさん詰めるので、今からの時期はキャンプや釣りなどアウトドアにとても最適で、ラゲッジスペースも防水加工となっています。ほうほうほう、確かにたくさん荷物が詰めるのも嬉しいですし、防水加工されてると濡れた荷物を乗せた後も手入れね、簡単に拭くだけでできて嬉しいですもんね。うん、はい、その他レーダーブレーキなども装備してますので安心安全に乗っていただけます。ぜひご検討ください。はい、今日ご紹介したマツダフレアクロスオーバー以外にも日産デイズルークスやスズキのスペーシアなど多数目玉車をご用意してますので、詳しくはホームページをご覧ください。はい、では場所の紹介をお願いします。はい、広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたらホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通り、もみじまんじゅうの山田屋さんの斜め前になります。 K マーケットという緑色の看板が目印です。はい、では K マーケットの電話番号をお伝えします。 0829-30-7225 0829-30-7225 です。また毎週金曜お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオ、気になる明日の内容は煮付けがとっても美味しいメバルを釣りに行ったお話を放送予定です。ぜひお聞きくださいね。ああ、俺ちょっと今日思ったんですけど、はい、こうやって新生活応援フェア第2弾とかつって、はいはいはい、車が安いですよみたいなことを、ね、まあ、スティーブ・ジョブズの格好で来られた新沢黒いニットですよね。新沢 CEO ですけど、CEO かっこいい。将来的にはこうやって番組とかをやっていて、はい、ホリエモンがやった日本放送買収みたいな、ああいうだからメディアを買い取ろうとしてんじゃないかって今俺は思いました。あ、ちょっと鳥肌立ちますね。午前様釣りラジオとかをこうスタートに、はい、糸口にこうってメディア王として、あらかっこいい。うん、僕の脳にはではついていけないですね。いや RCC を釣り上げようとしたりとかして
まずローカル局からと思ってんじゃないですか。いや、とんでもございません。とりあえず YouTube 開けてみます。まあ今新座さんはね、金田さん何でも買えんだからと思ってらしいですけど、恐ろしい。とんでもございません。ということで、ぜひ新座良二の釣りラジオも聞いていただければと思います。この時間は中古の軽自動車39万8000専門店 K マーケットの新座良二社長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ラジオカーの登場ですけども、今日は宮本ゆきですけども、どこにいるでしょうか。宮本ちゃん、はい、おはようございます。おはようございます。私たちは福山市春日町宇山に到着しております。ほう、4月の初め頃の数日だけ花を咲かせる愛媛あやめがちょうど見頃を迎えているということで、はい、今その愛媛あやめの鑑賞園に来ているんですよ。目の前には小さいあやめ、多分10センチぐらいかな、あの一株に10くらいの花がまとまっていて、それが、22株、3株ぐらいあります。もうすごく可憐で綺麗なんですよね。でですね、今日はこの愛媛あやめを見守っている地域の皆さん20名が駆けつけてくださいました。皆さん、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。本当にたくさんの皆さんが駆けつけてくださったんですが、代表して、福山タレユエソー愛好会の世良由美子さんと、宇山長寿会会長の井ノ原光三さんに出演していただきます。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、まず井ノ原さん、もう宇山で自生しているっていうことで、どこにでも生えているわけじゃない、ちょっとね、なかなか珍しい花だということなんですけれど、それを、まあ、自生地は非公開ということで、ここはわざわざ鑑賞園を作ったというふうに聞いたんですけれど、どんな過程があったんですか。はい、昭和41年から、はい、山に生えております樹液を、はい、うん、この老人会が年に2回草刈りなどして、はい、定量しております。ところが洞窟がどうしてもありますので、それでは見せるところを作ろうと、はい、そういうことで、令和1年元年ですね、はいはい、元年にこの集会所の前に鑑賞園を設けまして、はい、そこへこうやって植えまして、はい、それが今年3年になってこのように咲きました。そうなんですね、はい、もう愛好会ができる前からもこの自生地の山も手入れされてるんですよね。そうです。結構前からですか。はい、はい、わかりました。じゃあ次世良さんにもお話伺いたいんですけれど、はい、もうこのね、皆さん有志で立ち上がった地域の皆さんで愛好会を作って守っているっていうことなんですけど、具体的にはどんな活動されてるんですか。私たちは、はい、設立を2018年にしました。3年前に。はい、3年前にしました、はい、で、自生地の環境保護活動や、はい、のお手伝いと、はい、それから市民の皆さんにこの花を家庭で植えていただいて、はい、それで楽しんでいただく、はい、いうことを、はい、その面に、はい、普及活動をしておりまして、種を、うんうん、まあ、配ったり、苗を配布したり、はい、講習会したり、鑑賞会を開いて、はい、いろんなことされてるんですね、はい、いや、愛好会の皆さんってやっぱりこの、まあ、すごく可憐な花であるんですけど、愛媛あやのどんなところに魅力を感じていますか。この花は歴史を学ぶと、はい、もうすごいことが分かるんですよ、はい、まあ、話は長くなりますので、本とかもちゃんと、はい、私たちはもう2冊発行しておりますので、そうなんですね、それを見ていただければいいんですけども、はい、やはりこの花の一番の魅力は、はい、その花の生い立ちから育っていく種を残していく過程はもう他の植物とは考えられない、はい、やり方で子孫をつないでいっております、はい、なんか山でもやっぱり力強くこう育っていって、まあ、管理していても花から学ぶこともすごく多いっていうことなんですよね。そうです、もうそれはね、はい、ウグイスの声を聞きながらね、保護活動で草取りをしてやったりね、落ち葉を払ったりしてやったと、もうそれはほんまに感じますね。もうすごくね、皆さんからも愛情がすごく感じてきました。ありがとうございます。横山さん、川村さん、はい、はい、
いやもう皆さんしっかり集まっていただいて、今もカメラを構えて いらっしゃる方もいるですから、矢野ちゃんのことは花みたいに綺麗だねとかって言ってないの、はい、みんなは全く言ってないんですけど、皆さんラジオに出られるということで、うん、わざわざ美容院に行かれた方もいるということです。すいません、それぐらい気合を入れて。そうなんですよ、後で写真撮っておきますので、はい、はい、もう愛情感じました、はい、多くの人に、ね、魅力を知っていただけたらなと思います、うん、ということでこの時間は愛媛あやめ紹介しました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。温かさが伝わってきました ね、はい、でもあれなんだろうね、ラジオとかちょっとパーマ行ってきたのよとかって言うけど、テレビとかだったりとか、うん、もううちさん出てもううちさん出てとかって、いやでもパーマかけてきたんですよね、どっちどっちってラジオカーは宮本由紀でした。庄原の農業男子さんが、農業の会社で働いています、はい、うん、田植えの準備が始まり忙しくなりました、はい、自分はトラクターに乗って田んぼを引いています、うん、最近のものはかなり快適になっていて、クーラーもガンガン、ラジオもバリバリ聞けるようになっています、はい、ラジオが聞けるなら御前様を聞くしかないと思ってここ最近毎日聞いています、うん、トラクターに揺られながら御前様を聞いてニヤニヤしながら仕事を楽しんでいます。あ、お互い忙しいよね。本当大変だったもん。俺ももう今もう天気予報と交通情報の間、はい、YouTube チャンネル上げましたっていうのと、あとスーパーコンピューターの中に T シャツできましたみたいなのがもう連絡して、集中してください。忙しいわ。本当に。午前様様。来たよ。ね。新入社員。すごい。全員コネ。コネじゃない。コネじゃないよね。みんなバシッとスーツ着てて、かっこいい。うん、シャキッとしますね、こっちまで。いや本当だね、本当に俺たちも頑張らなきゃ。ああしてたんだよ。いやーそうでしょ。ああしてたの。そう、もっとああしてた。だって俺らの時のスタジオ見学は正座だったもん。あれあれで、ああ、いい、ああそうそう、そういうこと、そういうこと、しなくていい、しなくていい、本当に今年の新人さんは素晴らしい。うん、優秀だね。初めて正座したよ。だって本当だって。ここ何年かの新人さんをこうやって言っても誰も、あいつバカなのかみたいな顔で俺を見てたけど、今年の子は従順だね。優秀だ、うん、本当に RCC の未来は明るいです。吸収力があるよ。そうですね、だってスポンジみたい、脳みそがスポンジみたいだった。じゃあそれは何年経っても変わんないから。本当に。いやでもね、はい、こうやっていろんな職場とかで、うん、きっとすごい新鮮な風が、フレッシュな風が吹いたりとかしてると思うんですよ。そうすると新しい子が入ると急に頑張り出す人っていうのが出てきたりとかするじゃない。いやそうです。でやっぱ活気づいたりとかするからね。はい、大事ですね。でリスナーの方からみっちゃんですけど、最近炊飯器の調子が悪くなりました。で炊けるところまでは炊けるのですが、エラー表示が出てしまいます。で年数からしてももう寿命なのかもしれませんねと思っています。で先月は電子レンジを買い替え、はい、で今度は炊飯器の番、今朝の新聞に入っていたジャパネットのチラシに目が行ってしまうんですよね。あら、あと3日なんです。あと3日どうしようかなということで、炊飯器ちょっとこの方に、この方ジャパネットのこと詳しいのかな、ちょっと聞いてみましょうか。ですかね、ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もこの方です。ババさん。チラシじゃなくてラジオを聞いたとおっしゃってくださいよ。そうだ、チラシだとババちゃんの手柄にならない。手柄にならないから。そこ、結局そこ。なんだその、手柄を求めるの。ほら、電話もフリーダイヤル、電話代かかりませんからね。皆さん、フリーダイヤルでラジオね、聞いた。で、RCC でババの放送を聞いたとおっしゃってくださいよ。一番大事、それが一番大事なポイントですからね。どこで買おうとか関係なくてババで買った。そうそう、そうですそうです、もうねこの炊飯器本当にいいんですよ、はい、残り3日間は特別なことが適用されます。残り3日っていうのは、うん、もうそのチラシに出てんだ。出てます、出てます、はいはいはい、はい、もういよいよということで出てるんですけど、うん、この残り3日間何がすごいのかと言いましたら、下取りなんですよ。今下取り祭りっていうキャンペーンですからね、うん、皆さんが今お持ちの炊飯器、もう壊れたその炊飯器でも OK ですよ、うん、出していただいたらなんとなんと2万5000円で下取りしてます。2万5000円だって、買った時に1万円しない炊飯器って結構あるじゃないですか。あります、あります。それも出したら2万5000円の価値に変わるということですよ、うんうん、
だったら買ってでも出した方が良くない、うん、確かに買って捨てるのは罪悪感があるよね確かにそうなんですけど、うん、そうなんですよ。だからね、最近どうですか、ご飯炊いた時にね、ちょっとなんかすぐに保温がガビガビになるとか、うん、必ず下の方におこげができるとか、はいね、そういう症状が出始めてたらもうそろそろ買い替え時ですよっていう炊飯器が教えてくれてるわけですから、うん、それを2万5000円の価値に変えて、なるほど、新しい高級タイプをお手になさってくださいと。うちにあのテントとか張って、うん、キャンプするときにあるハンゴーがあるんだけど、あれはダメなの？ハンゴーはダメなんだな。あれは炊飯器扱いしてくれない。あれはダメなんですけど、コンセント繋がらないとダメってことですよね。いや今回ですね、ガス釜も OK にしました、うん、あガスが、ガス釜うちお風呂ダメになってんだけど、これそっちのガス釜じゃない、これで米炊いてんだけど、ダメダメダメ、それはダメ、厳しいな、それダメ、声かけますよ量、ガスでお米炊くやつか、はいはい、電気でお米炊くやつかにしてくださいね、うん、なるほど。これだったら下取り2万5000円の対象になりますと、はい、でしかもですね、今回本当に高級タイプだなって思うのは、うん、炊き方が全然違うんですよ、はい、圧力スチーム IH と言いまして、うん、まず IH って最近よく聞くようになりましたけど、はい、何かというと火加減調整が得意なんですね、うん、お安いタイプの炊飯器はマイコン方式で、ちょっといいのが IH 方式なんですよ。で IH になると、はじめちょろちょろ中パッパ赤子泣いても蓋取るなをその通りに炊いてくれます。なるほど。そうだから、その時々のタイミングで火加減を変えてくれるっていうのが IH なんですね、うん、でその IH でもですね、今まで家のコンセントって100ボルトもう規格が決まってましたんで、はい、中パッパに限界があったわけなんですよ。そこで今回日立さんはその限界を突破するために圧力を使ったんです、うん、なるほど。圧をグーンとかけると中の温度が100度じゃなくて107度で沸騰してます。今 ね職場とかで圧力かけると大変なことになるけど、そっちじゃないですよ、ね、そっちの圧は自分で電子釜だけは圧力がいいんだよね。これはいいんですよ、こっちの圧力がいいんだよね、かけた方がいいんですよ、圧が大事ですからねお米はでもうわ圧力かけられるお米思いますかね。でもお米圧力かけられたらふっくらと伸び伸びと育つわけですよ。いやまさかお米に生まれてきたけど、ね、こんな目に遭うとは思わなかったわって思ってるかもしれないお米もそれが嬉しいかもしれないですもんね。中でね粒がふわっと伸び伸びと大きく育つわけですからね、うんうん、圧はかけてくださいよ、はい、よこの圧をかけたことによってふっくらご飯、しかもスチームをバーッとかけますから、うま、ん、み成分をギュッと閉じ込めてます、はいね、口の中に含んだ時に初めてじゅわーっとうまみが広がってくるわけなんですよ。だから噛めば噛むほど甘いお米ってこういうことなんだってね、実感できるわけなんです、うん、だからこの炊飯器が届いたらですね、まず今まで使ってた同じお米で炊いてください、うん、味の変化を実感できます。なるほど、ね、それからいろんなブランド米をね試していただければと思うんですけど、うん、さあでも今回ですね、何がすごいかって内釜もすごいんですよ、うん、これ中の内釜はカーボンフッ素コーティングと言いまして、日立の中でも最高のコーティングしてます、うん、だから内釜には6年保証をつけてるんですよ。お普通家電って1年保証じゃないですか、6年保証、6年のうちに万が一、はい、内釜のコーティングが剥げてきたら、うん、新品のものと交換します。そうなんですよ、嬉しい。 6年って結構な歳月ですよ、ね、すごい。普通買い替えに買い替えようかとか思っちゃうもんね。そうですよね、そうそれぐらいでしょ、うん、それを今回新品に交換してもいいぐらいのすごいコーティングがされてるっていうことなんです。してくれるんだよね、してしたいと思っている願いはあるとか言うんじゃないよ違う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 、してくれます、はい、意思だけ見せる。だからもうこのね最高ランクの炊き方で最高ランクの内釜の掛け算で炊いたらどんだけ美味しくなるんですかと、うん、ね、だから1年365日毎日召し上がるご飯にはちょっとだけコストをかけてください、はい、これが今日のご提案でございます、うん、さあとなればね高級タイプなんで他のメーカーさんだったらこれ間違いなく10万クラスですよ、はい、それをジャパネットだからお値段税込み54,800円、はい、で十分お得なのにここから下取りが効いてくるんですよ、はい、2万5000円で下取りしますから最終価格2万9800円なんです。いやこの2万5000ほんと大きいですね。大きいでしょ、これはすごいね。約半額ですよ ね、 ね、しかも続きがあります、うん、ここにですね焦げ付きにくいあのダイヤモンドマルチパン、あ高級フライパンをセットでお付けします、うん、これ買ったら1万1000円しますからね、はい、
本当に目玉焼きがスルンスルン滑っていくんですよ、うんうん、油使わなくても。それぐらいいいスライパン、これをつけてお値段そのままの29,800円なんです。さあみっちゃんどうする。さあみっちゃん、みっちゃんあと3日うそうですよ、もうカタログのこと、チラシのことは忘れてくださいよ、うん、今日はフリーダイヤル、これが大事ですよ。はい、みっちゃんメモよ、みっちゃんメモよ、電話をかけて必ずババの放送を聞いたとおっしゃってくださいよ、うんうん、いきます。0120-441-555番、441-555番までラジオを聞いた、ババの放送を聞いたとおっしゃってください。お待ちしております。みーちゃん電話して、ラジオで、パパが言ってる。パパじゃない、ババです。あ、じゃあ、誰だ、ママ。ママじゃない、ですババです。あ、そうか、点がついてる文化。めんどくさい。じじでした。じじじゃない、ババです。めんどくさいですね。もう本当に。ね、新入社員の皆さん、こんなめんどくさい先輩になったらダメですよ。まっすぐそのまま育ってくださいよ。ということで、はい、この方にも新人の時代があったという。いやそうです、ババさんありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマについてリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週のテーマは体育の時間でお送りしています。はい、ラジオネームニャプリーさんです。僕は小学校の時の水泳の授業がすごく嫌いでした、うん、スイミングを習っていたのでそこそこ泳げていましたが、水が冷たくて授業が始まると唇がすぐに紫になっていたからです。はい、夏場なのになんでプールの水はこんなに冷たいんだと思っていました、うん、唇が紫になるのでちびまる子ちゃんのキャラクターの長沢くんとあだ名がつきました。うーん、共感できないっていうことってやっぱ世の中にあるもんでね、本当ね、不思議なもので。そうですか。うん、水泳が苦手な理由が水が冷たいからっつっていや、まあ、まあ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 、社会に出てみろ、世間はもっと冷たいぞ。確かに社会の方は冷たいですよね。うん。うん、それはわかります。はい、でも、水泳のプールの水も、うん、まあ、確かに冷たいけど、どちらかというと、あれに入るまでのシャワーが一番冷たくないですか？あのさ、はい、チンチンが水に入るまでってとこ。本当。ごめんなさい、それはわかん、それはわかんないです。そこまで。だから、股間まである。絶対股間までだと思わない？何がですか？冷たいと思うの。股間、だから腰ぐらい。だから股間がギューッと入った瞬間にもうしょうがないってガーッて潜るけど、そこまでヒューってもう。そうですね。おー、股間ズブズブ。よーし、来い行こうって思うよね。そんな何回も言わなくていいんですよ。いや、確かに、せーのでジャボンってするタイミングありますよね。うん、あるある。だいたい腰ぐらい。諦めがつくのが、だから股間がもう。だからもう今ね。はい。横山さん、新入社員がいるからってあんま飛ばさないでください。やばい。やめて。これうちの伝統だから。伝統ではない、この人しか、この人しか持ってないです。社会ってのはこういうもんだからね。違うよ、これが脈々と受け継がれている RCC の DNA だから、はい、とんでもないとこ入社したね、これはね。ラジオネーム、みんなまた椅子に座ってね。いいから、いいから、もういいから、そのままで。ラジオネーム、熊市さんです。はいはい、これだ、すごいわかるんですけど、うん、私の体育の思い出は準備体操の時の二人組を作れです。友達がいなかった私の相手は先生で、恥ずかしいやら悲しいやら二人組を作れというのは子供の頃からのトラウマです。うん、二人組を作れって言われるのって結構プレッシャーじゃなかったですか？あったね、すっごいプレッシャーでした。あったあった。で、特に小学校の時とかって、うん、仲いい子とどうしても組みたいっていう女の子が結構いて、私何々ちゃんと二人組になるって、うんうんうん、でそういう子が出てきていったら、え、私一人なんだけどとか、うん、野球部もそうだよ、キャッチボールの相手。はい、あ、そっか、そう思うの。そうで、その時々になんか孤立してる時期とかあったりとかする。あるある。で、一個一個にどうでもいいのに傷つくんだよ。そうなんですよ。俺この間さ、それこそ本通り通ってたんだよ。はい、だからちょうど春休みだから、すごい高校生とか、まあ中学生とか、みたいなの買い物してて、はい、で、3列とか4列とかで歩くの。うん、
で、まあとかって思うんだけど、あの列をなしていってる時に自分だけ列に入れてない時の、本当わかります。飲み会の1次会から2次会の時とかにみんなが楽しそう、ちょっと待って、俺を扇の形にして向こうが広がってんだけど、みたいな。あん時の悲しさ。すごいわかります。で、2次会に行ってんだけど、はいはい、もうちょっとテンションが下がってる。あの列の中俺入れてもらってないもんな、とか。そうですよね。うん、ちょっと離れて一人で歩いても、誰も隣に来てくれないとか。そういうこと。ありますよね。あるあるある。思いにふけりながら歩くんですよ、ね、とか、ものすごい1次会のギリギリのところで、おしっこ我慢してるの。はい、で、でもトイレに行ったりとかすると、次のとこが分かんないじゃんと思うから、すごい膀胱がパンパンな状態で、早く2次会に着けばいいのにとね、で、この会場ですって言って、あ、ちょっと俺トイレ行ってきますって、トイレ行った瞬間でもうみんなが出来上がってて、あれ入るスペースがなくなってる。なんかあんま好きじゃない人の横に座んなきゃいけないんだけど。だったらもう一回うんこしてきますみたいな。それでも変わんないと思います。ちょっとグラスを一個便器に持ってきてもらっていいですか。いやいや、やめてください、迷惑です。タイミングってありますよね。あるよね、お手洗いのタイミングとかね。この二人組を作れば本当に辛かった。わかる、でも社会はこういうもんだよね。うん、でそこで、はい、例えばさ、あの全然親しくもないけど、パッて自分のプラスになるっていう人のところにパッといける人間がいるじゃん。はい、ああいうのやっぱ、あ、社会人というよりも会社人として強いよねとかって。うん、そうですね。うん、でそこでちゃんと梨作ってさ、なんか、はいはい、いい感じにしてさ、次にこうつなげたりとかするやつ見たりすると、いや俺はそこまではできないから54歳平社員みたいな。説得力が違う。でもね、いろんな生きていく道がありますよね。いや本当ですよ。だって一個下が取締役ですよ。本当。なかなかね、キラ社員。これまた嬉しそうに言ってるんですよね、ある意味。松永の正雄さん、はいはい、体育大学に通っていた私、授業で相撲がありました。回しも巻いて本格的なものでした、はい、ただ当時の私はのっぽでガリガリ、うん、相撲の回しは長さが7メートル近くあり、回しを巻くと腰回りがまるでバームクーヘンのようになっていました。授業が終わると回しを外すときには屈強な和コードたちが力任せに回しを引っ張り、悪大感が町娘を無理やり我が物にするかのようにぐる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 っとみんな回ってゲラゲラと笑い合いました。バカな学生でしたが、三半期間は鍛えられたような気がしています。あーぐるぐるぐるって外る、ぐるぐるえ、駒ですか、前世は駒ですかって思うよね。フィギュアスケートでもしたらいいかもしれない。本当だよね、はい、そっちだよね。その練習ありですよね、うん、多分。ただ紐を巻かなきゃいけない。それはある、それはそう。どうする、羽生結弦が回ししてきたらなんかでジャンプしてグルルルルって。挑戦できますよ、ギネス記録。でもさ、あの人たちをどういう風にしたらどこまでできるか見たいよね。うん、だから例えば変な話申し訳ないけども、はいはいはい、ほらドーピングとか絶対ダメじゃないですか。はい、ダメです。ね、うん、だけどドーピングしたらじゃあ何秒で走れるかとか。もう ガンガンにドーピングしたら100メーターとかしたら2秒とかで、だったらもう打とうってなった方がいいじゃん。ならない、なっちゃダメ。何そのいじめダメ、いじめダメドーピングベビーメタルいじめもダメ。いや本当思うんだよね。とか追い風とかさ、うん、ね、なんか風向きとかでもすごい記録が出たのに、はい、風がちょっと吹きすぎちゃって、いやいやいや、でこれが参考記録になりますとかって言うんだったら、もうガンガンに風吹かせてそこでバーってやって、おどどどって、もう自分の足が回らない、おどどどどってやった時に記録が2秒5とか、もうだったらもう風が吹いた日に走ろうってなるじゃん。普段の努力がどうでもいいじゃん。走らなくていいって思います。そんな追い方なんだったら。だったら。ピョンって飛べばスーって行く気がする。それ言うんだったらもう、一日見てた時、横で 50cc のバイクのやつがいて、誰が一番速いかだよ。それはもうバイクの性能。懸命に練習してるやつが、そこら辺のおばちゃんのバイクでブーンって抜かれるんだぜ。じゃあ何なんだこれと思うじゃん。まあね、うん。だからこそダメだっていう話になるかもしれないですもんね。その基準がわかるっていうことによって。だからダメなんだよってなるかもしれないし。どこまでやったら人間はこのぐらいになるって。でも前なんかテレビでありましたよ、体育会 TV かなんか、うんうん、そのすっごい足が速いドーピングじゃない、すっごい足が速い、うん、世界の陸上選手が、うん、ものすごい追い風で走ったらどのぐらいの記録が出るのかっていうのやってて、それはさ、でもさ、もうちょっとそのトップの選手が休暇中とかでしょ、
休暇中、うん、ういえ休んでますとか、ああああ、そのまさに、はい、じゃあオリンピックの会場で100メーター走、無風の部、無風の部で100メーター走暴風の部の種目で本当に競わないとテレビ番組だったらもう全然まあ適当でいいかと思うじゃん。リアルなやつ、あいつ暴風来たわ暴風のやつみたいな。どうやって部門を変えるの？今回河村選手は無風の部と暴風の部両方に参加されますね。そうですね、追い風の部とかね、逆風の部とかある、横風の部、いやもう金メダル何個出せばいいんだって話になりますから。棒高跳びとかもう何でもいいの、もう何でも、高く飛んだやつが勝ちみたいなやつ。まあそうです、棒を使おうが何でしょう、なんかドクター中松みたいな、どうでもいいですよみたいな感じですか。ビョンビョンってこうってバネがついた靴履いてくるやつとか、あと下駄とかでもいいですよ、何でもいいことですよね。まあ実現はしないでしょうね。だってさ、 e スポーツとかそういうことでしょ。いや e スポーツゲームじゃんあれ。まあゲームですよね。でもスポーツ、この間あの今 e スポーツのプロ野球があるんだってね。あ、そうですそうです。で入団のドラフト会議選ばれた人と、ね、入団金が500万とかもらえてするんだよ、トップ選手を。いやそうなんで、それをなんかトレード出されたやつがいて、この間久々に阪神かなんかに行って、そいつが勝ったんだって e スポーツで。ゲームの話ですよね。ゲーム、うん、でもう号泣してたの。それをテレビでたけしさんが見てゲラゲラ笑っててでも俺もゲラゲラ笑ってたんだけど、ほら旗から見たらそう見えちゃうじゃん。まあまあまあ、本人からしたらもう必死じゃん。真剣ですよ。だからもうほんとすごい風とか、うん、すごい ドーピングの分とか、うんうんうん、いやいやそんなのダメです。そういうこと。絶対ダメです。健康が壊れますから。健康が壊れますから。健康一番、健全な精神や健全な肉体に宿る。あれ、健康のためだったら死んでもいいですみたいなやつ。それ本末転倒って言うんですよね。ということで、はい、今週は体育の時間で皆さんからメッセージお待ちしています。それではエンディングのお時間です。御前様クイズプレゼント当選者発表の時間ですが、その前におさらいです。今週の会議のテーマ体育の時間から、今日は木曜日ですので私川村が出題をさせていただきました。はい、体育祭の話なんですけれども、私船入高校だったんですが船入高校は体育祭で、はい、3年生は必ず浴衣を着てフォークダンスを踊るという出し物があります、うん、はい、で私も例に漏れず浴衣を着てすごくおしゃれをしてフォークダンスを踊ったんですけれども、うん、ある不満があったことを未だに覚えています、うん、さてそれは一体何でしょうというのが今日の問題でした。おい、正解は浴衣なのに運動靴で踊らないといけなかった。しかも靴下もちゃんと履かなかったけど、はい、履かなきゃいけなかったでしょ。ちゃんとしたやつを履かないといけなくて、ちゃんと検査もあったんですっていうところに不満を。いやだよね。ねえ、下駄がいいですよね、うん、せっかくだから。本当スーツに野球帽かぶらされるような人だまあそうですよ。そうなんですよ。じゃあ正解者たくさんいらっしゃったんですが、はい、今日は釜狩り物産から天人の模様ギフトセット3000円相当をこの方にプレゼントします。ラジオネーム、さちまるさんです。うん、そして、日本行動の気分に合わせて選べる4つの香り濃厚、ルーミークリーン&リラックス、ラジオネーム、みずきさんにお送りします。はい、それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは皆様、もう本当笑いこらえるのが精一杯で。誰が入れたんですか。ここからは、YouTube 動画も含めてお楽しみいただきましょう。はい、元町演芸場ということで、どちら様何か何かじゃねえ普段とこのままですが、はい、そうでしたっけ。俺緑の映画館ってこの人みたいなあれ家ではこんな感じです。あ、家でそうですか、はい、あら来月からクラゾンもこういう感じで演出と変わりますね。すいません、ちょっと入館書だけ取り上げてもらっていいですかということでエージェント鉄、はい、どうもということで、ね、今日は、はい、新入社員がすごい見てる。そうなんですか、新入社員さんなんですか。ね、だから、周りにね、こういう大人になってはいけないよっていうことの証明だとは思うんですけど。エイさん、おいくつでしたっけ。56ですね。悲しいよね。はい
煉獄さんの格好ねえ、スクリーンから出てきた、煉獄さん、気持ちだけでも、気持ちだけでも、はい、気持ちだけじゃないよ、でも、うん、もう全然見た目がなってる、ね、気持ちだけじゃないいやでも、はい、2人でこうやってやるのっていつぶりぐらい、はい、あれ以来なんで午前様かな、横見ないと午前様ですよ、じゃあ午前様1年半前、そうそう、半前ですね。そうですね、うん。それからはないです。やっぱりYouTube とか、うん、そういうの見てくださった人が、お祭りどうですかとか、あとこんな僕らの似てないモノマネなのに、うん、老人ホームから来たりとか、大丈夫です。老人はもう分かんなくなってるから。そんなことないですよ。そんなことないですよ、ね。そうだ、あと結構なおばあさんが、うん、うちの家でやってくれんかのとかね。そんなんもある。でも嬉しいことですよね。うんうん、本当にね。いいんですかって。こんな素人のモノマネを。いやいや、まあとはいえね、まあお二人は広島じゃなかなかいないそのモノマネ芸人として名を馳せてこられましたよ。はい、まあ本業はね、その緑にあります、味噌屋くら蔵っていうラーメン屋さん。はい、ね。美味しいメニューは麦茶っていうラーメンです。ラーメンです。ラーメンです。ラーメンあります。味噌ラーメン来たら麦茶入れて美味しくなるから。今は納豆とキムチがおすすめなんです、ね。そうですね。免疫力。免疫力。夜の部一番美味しいのはビールっていうラーメン屋さんなんですけど、そのラーメン屋さんではありますが、はい、今からは真剣勝負ですからね。あ、はい。はい。はい。ですね。まあ、リスナーの皆さんがきっと期待されてると思いますし、あとは今回はまだまだ YouTube 動画撮られてますから。はい、そうです。はい。これの再生回数伸びないと次は声がかからない。ああ。やばい。そうですね。じゃあ、準備いいですか？はい。頑張ります。よろしくお願いします。はい。こんなに絡みにくい大人っていないよね。話しかけづらいですよね。煉獄さんがヘッドホンしたらこんな感じになるんだっていう。思うんですけど、でもあんな簡単なことで煉獄さんだって分かるんだね逆に社会現象ですから、もうすごいよね、うん、俺でも分かったんだよ。あ、いや、そうですよ ね、あのネタ出てくんのかな、やっぱ煉獄さんがいるっていうことはさあ、果たして今日はどんな演目を披露してくださるんでしょうか。では準備よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。では行きましょう。今日のモノマネ演技場、エージェント哲也、はい、それではリサのオムラという曲でモノマネメドレーをお送りしたいと思います。まずはこの人、トシちゃん。さよなら、ありがとう、声の限り、悲しみよりもっと大事。小林明。去りゆく背中にずっと。桑田佳祐。ぬくもりと痛みに間に合う。武田鉄矢。このまま続きとは思ってない。エバキラの明日を描いて。はい、サブちゃん。呼び合っていた光がまた胸の奥に熱いの。野口五郎。僕たちは盛り下がる海の途中で出会い、手を取りそして話した未来の。大友康平。一つ叶うたび、シュート今日は君を奪うてやる、強くなりたいと願い泣いた。さだまさし。決意を花向きに。煉獄。よもやよもやだ。見た目じゃねえか。田中邦衛。ああ、柱になって帰ってきたぞ。なくなっちゃった。三河健一。穴があったら入りたい。入れたいわ。どうも。どうもありがとうございました。失礼いたしました。失礼しました。鬼滅の不安の皆様。本当失礼な話ですよね。ちょっと目まぐるしすぎた。うんうんうん。二人とも早く次に行った。まあまあ早めにオファーをかけたんですよ。はい、あの御前様様、どうですかって言って。はい、だからちょっとあの最近二人で活動してないので練習期間が欲しいのでちょっとだけ時間もらえますかって言ったけど、あの時間は何だったかっていう。
ちょっと説明してみますか。はい、どうぞ。僕たちはですね、あの、横山さんの歌で、毎日が日曜日。はい、そうそう。これを練習して、この歌でやろうと思ったんですよ。そう、思ってたんです。カラオケがなかったんです。残念ながら。言ってくれたら準備したあ、そうだったんですか。琴の葉でもよかったんですけどね。言ってくださったらいくらでもある、海ほどカラオケがある。ここにあるんですね。そうなんです。そうそう、いや、2人がね、そのあれだよ、はい、あの鬼滅の刃の主題歌の曲、ええ、ほむら、あれを売る覚えのまま来たっていうこと。ちょっとね、うん、歌い出し変わってからの歌い出しがね、いや、実は曲もなかなか決まってなかったんですよ。それで前の前の日ぐらいにエイジさんからパッと振られて、あら、急やねと、はい、やばいぞこれはと、でバーッとこう紙に書いて、あと携帯のボイスに入れて、はい、聞いて覚えたりしていたんですが、今日みたいな感じになってしまう。だってエイジアツネスてつさんはもうほら午前様出るか横山ナイト出るかぐらいの活動だったじゃないですか。でそれもしばらくずっとないから、もうほぼ普通の人と何も変わんなくなった。ほぼ普通の人、突然声をかけられて困ったんですよねっていう話だけを今したじゃん。感をそろそろ、そうですね、徐々に徐々にですね。ですか、はい、ですか。だってラジオに出てるラーメン屋さんっていう状況に。なってるもんね。そうですよね。いや、でもこれは、はい、一応僕らはその芸人さんとしてお招きしましたけど、はい、これからこのコロナ禍でこうやっていろんな芸をしながら、はい、いろんなとこ回ろうかなとかってちょっと思い出してんだよっていう話も。あ、そうですね、やっぱり、はい、コロナがちょっとこう終わってきたら、そういうのもちょっと考えていきたいなと。まあ僕たちが基本的にまあラーメン頑張ってますけど、好きなことなんで、このモノマネっていうのは、似てなくても。でもね、貴重だよね、この令和の時代のモノマネに小林明が入ってるって。もう、もうみんな似てるかどうかとかじゃなくて、小林明を知ってるかどうかみたいになってるじゃないですか。これが小林明さんとしても認識してしまいそうなほどの。せめて歌でも新しくしようと。もうどっちつかずみたいになってんだよね。すごいですよね、声色を変えながら音程も外さずにっていうのがすごいなと思って。いや、今今日の芸人褒めるとか何もなかった。いやいや、でもね、エイジ&テツ、はい、すごい実はメッセージ来ていて、はい、いちごからね、今日のゲストはエイジ&テツさんなんですね、はい、素敵なお知らせありがとうございます。横山ナイトで出会ったお二人のモノマネは、どれも素晴らしくってずっと聞いていたくなりました。11時台楽しみに待っていますとか、はい、シモティーナからも、今日の午前様通信はエイジ&テツのことですが、お二人が働いている店やクラゾーにはタイタンシネマライブの後に寄っていて、たまに餃子をサービスしてもらっています。この場をお借りしてありがとうございます。他、へさかのプリンセス、今日はゲストエイジ&テツさんなんですね、はい、麦茶が美味しいで有名なクラゾーですが、個人的にはチャーハンが大好きです。ありがとうございます。チャーハンありがとうございます。あれだってセブンイレブンで買ってくるんだ。チンチンして今まで食べてきたチャーハンの中で、店やクラゾーのチャーハンが一番美味しいと思って、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですか、食べたい。あとセリとシサト、あれも今日は横山ナイトもうリモートになり、モノマネを生で見ることができなくて残念ですが、店やクラゾーに行くとあのお二人の元気な姿が見られてほっとしました。来週はタイタンシネマライブがあるので帰りに店やクラゾーに寄らせていただきます。ちなみに私は濃厚汁なし担々麺にハマっています。ありがとうございます。いろいろ嬉しいですね。はい、メニューがあるんですね。ありますあります。はい、ちょっと今軽くバカにしたでしょ。いや、メニューがラーメン屋さんに対して、あ、メニューがあるんですか。違う違う、だから味噌ラーメン、チャーハン、そして麦茶だけじゃない。大です。汁なし担々麺4種類もあります。はい、4種類もある、はい、今日の演目とか見てわかるでしょ。ちゃんとした定まったメニューがないんだと。いっぱいいっぱいメニューがある。その時々で推しが変わるっていうことなんですよね。電話帳ぐらいのメニューがあるから悩むんだ、すごい。そうそう、逆にね。いや、でもこれからね、本当こうやってコロナがあったりもするけれど、そのラーメン屋さんとしても大変だと思うけど、はい、これからこういう風にしていこうかなとか、こういう風になればいいなみたいなのってどうなんですか。うん、ラーメンの方ですかね。うん、はい、いや、そうですね、まあ
今はですね、はい、やっぱりコロナ対策を、しっかりして、うん、あとやっぱりお客さんの入りもやっぱりディスタンスにならないように、はい、密にならないよね、密にならないように、そうですね、やっていくしかないんで、あとまあ目標としては、まあ、僕たちはもう味を極めるお客さんに美味しいラーメンを出すっていうのをもう常に心がけてるだけなんで、はい、店ではモノマネはしません、はい、いやそうなんだよ、蔵蔵に行ってちょっと軽い気持ちであーってやるとすごい真剣な顔でやってるから、あ、なんだ普段はつまらないんだってそれが普通です、普通、あれが普通の格好なんですよ。でも最近はですね、レジでちょっと振られることがあるんですよ、レジとかでと、ちょっとそれがちっちゃい声でしますということで、はい、緑にあります今日は味噌屋クラゾーからね、番組への資格ということでエイジ&テツのお二人足を運んできていただいて、はい、モノマネを披露していただきましたけども、これからいろんなところでもできればなという思いも持っていらっしゃるということなので、はいはい、うん、ぜひそういった思いがある方は緑のラーメンや味噌屋クラゾーに麺が伸びないうちに行っていただければと、よろしくお願いします、はい、じゃあ僕らもまた寄らせていただきますので、ありがとうございます、美味しい麦茶どうぞよろしくお願いします、はい、ということで今日はゲスト味噌屋クラゾーからエイジ&鉄のお二人でした、ありがとうございました、ありがとうございました、どうもありがとうございました。